叫んだら僕もジョン・レノンみたいになれるかな。愛と平和を叫んだら僕もジョン・レノンみたいになれるよな。愛と平和を叫んだら僕もジョン・レノンみたいになれるかな。愛と平和を叫んだら僕もジョン・レノンみたいになれるよな。あの子がお尻をくれば東京タワーもなくなるよ。黒い雨も降るよ。12月18日チョモです。タメ太郎です。キャサリンです。かぶってねえし、かぶってねえし、今日はキャサリンかぶってねえ し, ってねえし、はい、もう定番になりましたね、3人よがりね、なんかね、はい、ちゃっかりお邪魔してます、はい、もう今日何週目ですか。4週目です。4週目って言えば大体一回りしました。はい、もう整理始まったの。そうそうそう、4週目って言うと大体一回りして整理。はい、なんか今日始まってもおかしくないんだけどね。この間じゃ始めた時はメンスデスベンツ、メンスデスメルスデスベンツ、メンスデ、メンスデス、メンスでした。もうだってもうムラ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 してたんでしょ、だからやっぱそうなんですか。いや、はい、実はですね、4週にわたってキャンドルナイトの、はい、スペシャルウィークだったんで、はいはい、なんと今日はですね、18日、12月の18日、キャンドルナイト本番でしたね。はい、ナスウェーブのですね、ライブを終了して打ち上げ会場となっております、はい、そうですね、カモンスタジオ、はい、ザ・茶の間の映像も見えるかと思うんですが、まあ、後ろには名だたるミュージシャンの方々がいらっしゃるんですが、はい、カオルちゃんも今日ははい、なんか音楽の仕事してきたみたいで、はい、もう何、もうそのモードなの、もういいよね、そんなね、そんな話いないよね。そうそう、ていうかもう、その話いいし、キャンドルナイトとも終わったからいいし、うん、っていう、うん、何してんの、携帯勝手に食パン持ってるみたいなさ。これちゃんと宣伝あ、始まりましたよ、ナスウェーブにて、みたいな。あー、素晴らしい。あ、ブログ、ブログ、おー、でさ、ナスウェーブ、大体ね、ブログとかに書かれるときってチョモさん、タマ太郎さんの順番なの必ずね、このヒエラルキーって崩れることはなくてチョモさん、タマ太郎さんっていう順番がスタンスなのね。俺さ、タマ太郎さん、チョモさんって書いてくる人がさ、ね、実はね、先週そうチョモさん、タマ太郎さん見てますかみたいなブログに書いたでしょ。ちょっとその時に俺、タマさんにタマ太郎さん、チョモさん見てますかっていうブログ、カオルちゃんが書いてるよっていうのを言ったら超喜んでたの。ちょっとあの子好きでしょ、俺のことみたいなスタンスで喋ってんの。もう何か教えてあげる。絶対にチョモさん、タマ太郎さんだろ。それがタマ太郎さん、チョモさんってことは、これはありえない。これは意図的にやらなきゃ。私その順番で書きました。いや違う、書いてない。チョモさん、タマ太郎さん、こいつが嘘ついたっていう。俺が抜かえ、仕事中で見えねえから、速攻家帰ってパソコンで見たって言ったら、そうそう、チョモさん、タマ太郎さん、夏がっかりしたっていう。でがっかりしたんじゃなくて俺はあのブログは見てない。まだ俺の中ではタマ太郎さん、チョモさんだっていう。あ、終わったら変えますか。大丈夫、見てください。何でしょ、チョモさんなんかの画面見てるでしょ。違う、チョモさん、タマ太郎さんはこれ普通なのね。これ絶対こうなんだ。例えばおはようございますが、ございますおはようだったらおかしいでしょ。おはようございますだとね。それがございますおはようになるぐらい、
あの嬉しかったっていう話で今日この食パンを来たんですよ、ね、うん、そのブログを読んでるよっていう、うん、それ何だったんですか、食パンは好きなの？なんでこれになったかわかんないんですけど、なんか食パンを私は車の中で食べたりするんです。はい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 。車の中って別にジャムとかマーガリンとか塗れないじゃないですか、焼くこともできないで、どうやって食べてるんだみたいな、はいはい、なんか話じゃないですか、あの芳香剤みたいな、ビシビシ、バターっぽいですかね、香りちゃん、匂いだけこう移すみたいな、パンにあのバニラのあれとかね、ツリー挟んでちょちょちょ、なんかキュッてやってみたらなんか出たみたいな、ね、あこれ牛乳パンだみたいな、牛乳パンだみたいな、えやってみようかな、ねえ、じゃあ今今ちょっとやったら、ね、ちょっとで温めてキュッって、ね、でも本当に好きなのそれ、パン、パン、食パンが好きってわけじゃないの？ご飯が好きです。美味しいっすか？な、嬉しそうだね。87円です。でも、あれだよ。俺のが好きだよ、パンに関しては。うん、だって、いつも俺ポケット持ってる。ほら。ポケットに。だからか。いつもね。ポケットに俺は食パンいつも入ってんで。なんで、なんで8枚入りなのに生なんだ。ずっとポケット持ってるね、温めとくんだもんね、もうチンしなくてもいいようにっていうね、そうそう、温めてくる、ね、なるほど、じゃあこれからポケットいじるとこ、いじってくれます、すいません、ニュースなんかないですか、今週。あ、かおるちゃんさ、ミュージシャンって誰好き？アイコが好きです。あー、アイコね、あの、尾崎豊知ってます？知ってます。あの、これ、いいか、大丈夫かな、大丈夫かな、はい、尾崎豊さんの息子が尾崎俊也だっけ、あ、これやめよう、加藤さんと喋ようか、これちょっと香織ちゃんじゃ辛いで、ね、かわいそうだね、そうですね、かわいそうなんだ、ね、うん、食いすぎだから、あのさ、だってダイエットでしょ、あれやんないの、ダイエットシェイプアップ、あ、シェイプアップか、シェイプアップ、シェイプアップ、シェイプアップガールズ、はいはいはい、耳のシェイプアップです、これそれ、その後何てくるんですか、この後はごめんごめん、ちょっと待って、ぶっちゃけさ、唾吸われないっすか、大丈夫です、え、唾吸われないっすか、大丈夫っすか、何やってんの、何してんの、なんでパン一個、こうやって食べるのが好きなんです、あー、ちょっとね、あのランチパックのさ、端の硬いとこね、あれうまいよね、しかし不思議だよね、別に接着剤つけてるわけじゃないのになんでくっつくんでしょうね、これ食える食えるこれですか、ああまあなんなら好きだから食べれますけど、餃子みたい、これ食ってみ、いや食ってみ、なんでだよ、だってさ、あ、かおりちゃん、かおりちゃんさ、あのホナニってどっちの手でします、やらない、やったことない、やったことないですか、どっちやるな、でもやるなら右じゃないです、やっぱ右ですよね、いやでも左の方が雑だから、いや、男は左の手にマニキュアを塗ってするのが新しい、ねえねえねえミッチねえミッチ、あの右手には来たら左手を股の下から通してマニキュア塗って、あ、俺がや、違うよ、しびれさせんだよ、しびれさせんだよ、あーこう挟んでね、加藤さんね、それもう5年前だよ、それ両手使ってディープスロートルできるんだってんだ話だ、最初は両手でいこうかってやってたけど、分かった、いいせよ、みっち、はい、で脱線したんですけど、はい、なんだか、かおりちゃんがその食パンの、はい、美味しい食べ方をね、はいはい、食べちゃったじゃん、そう、2枚目どうか、2枚目、わかりました、これはやめようよ、なんでだよだって、ほのかに乾いてるし、これじゃあさ、違うじゃあ何、俺が作ったおにぎりは食えないってこと、じゃあ、作ったおにぎりは食べられるけど、だってポッケじゃないですかね、ポッケってなんだ、ビスケットだってポッケだよ、おにぎりに関しては、うん、基本人の握ったおにぎりって苦手っていう、あー、わかるよ、わかる、俺は人が飲んだもの飲まないの、うん、まあ人によるな、選びますね、ダメ、誰でもダメ、ダメ、うん、この間俺が飲んでた飲んでたけど間違ったんだね、あ、そういうこと言うからもう今絵作るんだよあの、いや違うんです、おにぎりとかって、あの手洗っててもさ
うん、わかる。わかるわかるわかる。こうさ、あの、シワの間までさ、染み込んださ、のは取れなくねっていう。あの隣の、あの、親切で お母さんが握ってくれたおにぎりでしょ、うんうん、そうそうそう、あんまり俺は好きじゃないっていう。そっちの握った、あと、あの、海苔がしなってる方、うん、このしなりはなんかさ、あの、体から出た水分で、そうそうそう、水分でしなったんじゃねえかっていう。ポカリスエットが必要なぐらいなくって、そう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 、あれなんじゃねえのって話だよ。もしくは、こうなんかね、その夜さ、あの、旦那さんのさ、まあまあまあ、まあ、それを言っちゃうさ、そうそう、もう食べれないっていうさ、そこまで言っても食えない。え、なんで塩ちょっとしかつけてないのにこんなに塩味きついのなんて。このおにぎり4日目だけどまだ腐らないみたいな。でもやれるんですかね。え、一回やってみてください。何ですか。それでおにぎり作るの。ちょっと待ってください、意味が分かる。だってそしたらさ、おにぎりじゃなくなっちゃうじゃないですか。何、おまぎり。うまい、うまい。かおりちゃんの新しい一面が見えるところで、はい、今週は、ね、これからですね、はい、エロゲストたちがいっぱい登場してくれると思いますが、もう、ふんがわりでね、そうですね、はい、1分交代、かおりちゃんには最後まで付き合っていただきたいと思います、はい、それでは、HMC33 二人よが始まりです。HMC33 の二人ヨガ無理して食べてる。はい、食パン大好きかおりちゃんが映っております。はい、一発目のゲストですね、実は、待ちに待っておりました。はい、 HMC33、はい、ポッキーゲームスペシャルゲスト、スペシャルゲスト、キャンドルナイトだからこその、そうですね、特別ゲストということで、うちら2人はあのね、宮古、ぜひぜひこの2人に、大島さんと、はい、加藤修司さん、はい、この2人にはぜひぜひ出てもらいたいと思ってたんですけど、キャンドルナイトにも、はい、カメラもうちょっとこっち側に、はい、こっち止まっちゃった、止まってます、はい、もうちょっと、かおりちゃんの、はい、大丈夫ですか。もうちょい放送事故ですね。はい、OK、 はい、加藤修司さんです。はい、はい、どうも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 、なんかじゃあデカバラデカバラ、はい、誰が言ったか、エロシンガー加藤修司さんです。そうですね、はい、俺きっとだけでかいですから。あ、カリデカですね。カリデカ、はい、カリデカ代用、はい、カリデカ代用で、加藤さんはさ、要は満足じゃった加藤さんはさ、スタンス的にはミュージシャンなの？そうそうそう、刹那系でね。刹那系です、僕は。何を食ってた？大ですか？なんかね、今ちょっとあの画面の方が乱れちゃってですね。あれなんですけどね。これだけ、これだけです。絶対。大丈夫ですか？はい。はい、とりあえず、キャンドルナイトお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。ね、今日俺、なんかブレてる。心霊写真みたいな。あ、なんかいい感じに映ってますね。あ、いいですね、はい、いいですね、いいですね。あれですね、加藤さんは何でもありですね、もうね。なんか、加藤さんもっと太いのやりなさいよ、太いのをさ。ねじってみました、これ。もっと、もっといいんだよ。あの、こう、畳んで畳んでさ。あ、わかった、うん、あ、これで作ってから、ちょっと待って、アンキパンじゃねえんだから、そんなに。はい。いや、いいじゃないですか。僕工作しますから、しもく喋ってください。ああ、本当ですか。2回目でしたっけ、キャンドルナイト。そうですね。どうでした、はい、いやー、相変わらずエロかったですね。それは加藤さんと大島さんだけっていうね。だけっていうね。結果ね。真ん中もっこりってね。真ん中もっこり。誰だ、あいつ。あの野郎。あのバカ。いや、なんかさ、ミュージシャンでそこまで言う人ってなかなかいないじゃないですか。あの、大抵カッコつけてるでしょ。ああ、もうそういうとこはね、お前何やってんだよ、お前よ。これ耳食ってやるよ、お前。本当ですか。あの、はい、そういう時期は過ぎたっすよね。ああ、なるほどなるほど。なんか音楽やってモテよう的なのはもうちょっと、ないないない、もうないですか。もうないっすね。最終目標的な。最終目標は、やっぱ、なんだろう。
やりまくりたい。やりまくりたい。あるじゃないですか。じゃあバリバリあるじゃないですか。バリバリ持ってる。やるときやるぞと。いやーやるときはね。やるときやるぞ。やるときやるでね。うん、で結果そういう風に美味しい場面ってね結構あるんですかミュージシャンっていうのは。いやないですね。あそうですねあのステージに立ってファンのこと目があってファンなんですみたいなので来てじゃそのままじゃあ。ゴートヘブン。ゴートヘブンナイス。ゴートヘブンっていうか。ゴートヘブンナイス。はい。3時間で。全然大丈夫3次会でしょ、はい、だって始めたきっかけはやっぱモテたいでしょそう、そうそうそう女やりゃモテやっぱね男はそうなんだ女の子は私の思いを伝えたいんだぞみたいな感じになるんだけど伝えたいんだぞ、うん、なんか切ないぞみたいななんかそういう感じになるんだけど女の子はい、いや大丈夫ですよ幽霊じゃなくなっちゃう僕ね今日思ったんですいろんなミュージシャンのこう演奏を聴いてて、うん、なんかね、その人のセックスが分かりましたあ、分かります分かります分かる、俺もそれは思うあのね、うん、まずね、思ったのはラブチューニューツキミッチョ、うん、ね、キミッチョはね、パワフルな感じからするとねなんで耳捨ててんだよすげえ強引な、強引な感じガガ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 この感激行く感じで、で大島さんは、うん、なんかねいつまでもクリトリスでじってた感じ。ああ、わかりますね。あの人基本エスカレーションだから。ああ、ね、うん、ね。で歩くオルガなんだっけ？オーガニズム？そう。歩くオーガニズムって呼ばれる。オーガニズム。オーガニズム？あれオーガニズムっていうのが本当なんですか？うん、オルガスムスって本当なんですか？あ、そうオルガスムス。そうそう。オルガ。二人のオルケストラ。オーガニズムってさ、ちょっと待って。オーガニズムってなんか無農薬野菜なんかそういやオーガニックじゃねえのそれ。オーガニックとオルガズム一緒にされたら。オーガニックブルー。意味がわかんねえっていう。酔っ払いっすか意味が分かってないよね、はい、耳食えよこれ耳ちゃんと耳食べるじゃん耳ハゲやろ食えよ耳ハゲやろくちゃ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 さ何を食ってんのよ耳ハゲやろ違うこれ全部耳取ってはい今日のゲストは加藤俊さんでしたえ笑顔流せるけどいいああれだCDOKのあ、飛んじゃったやつ、笑顔。あ、違うだったっけ何をやトラップか、お前お前、トラップか、お前 MDR-CD900 で撮ったやつ聞きながらはいじゃあ、笑顔聞いてくださいねあ、じゃあ、行きます僕今の人格じゃないっすよ僕はもっと切な系なんだよちょっとこれ、カッコつけてる加藤俊さんの笑顔で、どうぞいつもいつも助けられてばかりだから僕のできることを探してしまうよ君の笑顔は何に似ているだろう雲一つもない空色何よりも悲しみを笑っていても今日はなぜか君が泣いているように見えるんだそのわけよりも大切なことは繋い
近づいてきたから、たくさんの君を分かり始めた。誰よりも悲しみを強がりのように見えるんだ。ああ、そのわけよりも大切なことは、不慣れな手でも僕が抱きしめること。修二さんで笑顔でございました。画面に映ってる加藤君とは全く別人でございます。そうですね、同じ同姓同名の加藤修二さんの笑顔でございます。はい、はい、どうも。キャンドルナイトもね、無事終わりまして、加藤さんなんか酔っ払いまくっておりますが、加藤さん普段何やってるんですか？普段オナニー毎日？毎日？嘘ばっかりで。嘘ばっかり。エブリナイト？絶対。絶対できないでしょ？デイバイデイ。最近だって減ったでしょ？いや、俺ね、意外といける口みたい。毎日？はい。あ、もうでも習慣になってんだ。はい、ちょっとしないと寝れねえみたいな。そうそう、習慣にしないと、どんどん性欲で減退してるでしょ。裸になります。どこで？いや、全裸で全裸でやるんですよ。しねえし、しねえの。だってさ、タマさん全裸でやるゼロっすよ。マジで？だからもうすげえ絶対大丈夫これ。大丈夫。だから見つかったらもうそう、もう本気で。本気で。やるときは本気。やるときは本気。命がけ。命がけ。セックスできないから。あのオナニーで済ますみたいな、そういう軽い気持ちじゃないから。あ、それはね、どっちもどっちも全力みたいなね、うん、また別物。オナニーの延長線上にセックスはないですから。あ、間違いない。そうね、もうやるって決めて、うん、やるときやるぞ。そうそうそう、やるときやるぞみたいな。相手がいなくてもやるぞって、はい、そうそう、やる。まあ多分カップ、ね、カップの時計だと思うんだけど、そうですね、エアー出てきますからね。エアーで。何エアーって。エアー空気でこう、あれじゃないの、素振り、素振りですよ、素振り。空打ちっていうか鏡を見ながらこうかなんて言って、お母さんガラガラってきたら、ちょっと見てみたい。全裸でね。そう、全裸でこう素振りしてるんですよ。でも素振りだから、こう分かります、ゴルフも素振りだとなんかこの辺、あの指揮者ってこうムチ打ちになりやすいって、小沢誠二先生いうところのムチ打ちになるのは、あの素振りでしょ、空を切ってるからダメなんですよ。だから僕たちも空を切ると、こう球がこうパッチンパッチン当たるって分かります？わかんないですね。縦振りですか？縦、まあ縦振り、うん、縦振りですね。いや、回したりもしますけど、たまに。あのグラインダーでね。グラインダーで。グラインダーってどういうことですか？グラインダーで。パーン、パーン、ウィーウィーみたいな。はい、バカ野郎。バカ野郎。回すんすか？ザイルっぽく。ザイルっぽく。ザイルっぽく。ザイルっぽく回すね。何のために回すんですか？ハーケンを打ちながら。女子のオリビアを聞きながらね。お気に入りの豚バラ豚。あ、デブ戦ですか？デブ戦ですか？で、聞いてねえし、全然デブ戦じゃねえし。デブ戦じゃないですか？何戦ですか？何戦ですか？もう何だろう。
あの性癖じゃあ教えてもらっていいですか。今日はね、あのミュージシャン音楽一切聞かないっていう性癖、あ、ちょっとちょっと待ってください。次のゲスト皆さん自分の性癖を言ってもらいましょう。俺ね、俺あのやっぱちょい店じゃない、なんつうの、ほら例えばさ、チラリズムですか。そうそうそう、あーいいっすね、やっぱ来るよね、いいっすね、足立由美いうところの具が大きくてちょっと見えるっていうのが好きなのか、わかります？例えしやがって。わかりづらい。いやわかりづらいような感じじゃないか。いつも言ってるから。この子ちょっとなんていうの、具が大きいってそれ6ヶ月前に中出ししちゃって、あのちょっとちっちゃい三角の水着着たら、こう結果乳輪が育って、ブラジル水着だよね、乳輪が育ってきて見えてるっていう、ね、見えてるっていう、今妊娠5ヶ月の妊婦の乳首も、なんでもいいや。なんだって、途中にやめてね、最後まで行けよ、チラリズムいいっすよね、チラリズム。だからチラリズムいいっつってんじゃねえかよ、はい、でも、はい、チラリズムって言っても、はい、それはだってあのちっちゃい水着がいいってこと。そう、ちっちゃな時、ちゃんはい、ということで、料理似てねえしさ、自分で笑っちゃうしさ、もう酔っ払ってるし、もうどう扱っていいかが、なんだろう、あの部下の気持ちが分かった。忘年会にさ、あの呼ばれてるあの部下、はい、部長が騒いでどうしようもねえなみたいな空気に、はいはい、なんか分かる気がする。なんか加藤さん仕事何やってんの。仕事ね、経理。普通じゃねえかよ。全然何ちょっとあエクセルとかでやってんすか。そうそう、セクシャル、セクシャル、絶対言うと思った。もう絶対今まあいいや、いやでもあの SM 関数でしょ。そうそうそう、 SM 関数、 SM 関数、ね、S ですか M ですか。 S だよね。あ、 S なんだ。はいはいはい。あ、いいよね、僕を走らせやろ。あのじゃあキャンドルナイトなんか今日燃えましたね。燃えた、燃えた。あのいつも使ってるあのナム大臣返上混合って書いてあるキャンドルでしょ。そうそうそう、いつも加藤さん、あの女なじるときは、なぶるときの、間違いない。でもあれは熱くねえんだよ。じゃあ、あれは熱くないのは売ってんだけど、うん、プロは熱いのでやるらしい。熱いのじゃないだろ。そうそうそう、熱いのを何センチって言ったっけ、98センチぐらいから垂らすとちょうど肌に当たるのが50度ぐらいで、熱って、マジ熱って。だから多分エンドカルチャーのかおファイヤーメン。どういう感じになるわけだ。キャンドルナイト、本当の意味でキャンドルナイトなわけ。キャンドルナイトです。だから広末涼子なんかさ、キャンドル順にさ、毎晩キャンドルナイトされてるわけでしょ。そう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 、マジでマジで火ついちゃうから。やんないわけだよね。5秒前で。これえキャンドル順、みんなやっぱりやるんですか。何がよ、あ、ろうそく垂らし、タラスいいだって。そうそう、タラス。何が面白いのか。タラスね。タラしたことないです。すみません。俺の知り合いですごいね。知り合いじゃない。知り合い、自分で言ってるでしょ。知り合いだ。知り合いってのは大体自分。縛りの名人芸の。何縛りですか。亀子巻き、あの、キッコ縛り。キッコ巻きとか言っちゃった。なんだそれ、巻きって。まあ、お歳暮の季節だね。お歳暮さんみたいにね。え、チョウ君なんか歯が濃い。なんだよ。待った、ちょっと待った、それルージュだろ。ルージュ。勝ちだ。何、血出てんの？口内炎。そんな手が出てきてんの？口内炎。喋んねえよ、俺。なんで？喋んねえよ。手当て。うん、止血。パンで手当て。パンで手当て。あ、いいっす。しょうよ。血が出ちゃうの？違う。今引っかいたの、あれこうやる前に喋りづらいなと思っていじってたら、言った今言われたからすげえ痛くなってきた。口内口内洗浄。なんかイチゴ食べたのかと思った。いや俺違う、いいじゃん。俺
なんかさ、今日歯ガチガチ噛んできたのかと思ったんですよ。ペラ噛んで、なんで口紅歯についてるよって言おうとしたら血だったっていう。来る前にさ、くんにしてきたのかと。あ、それいいですか、マジですよね。怒ってんすか。なんか雑、今日下ネタが雑。俺も今日ね、なんだろう、こう周りくどく言っても分かってもらえない時って直接言うしかないじゃないですか。そう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 。え、俺に言ってんの？雑って俺に言ってる？いや、雑なんじゃなくて、いや、宇都宮スタイルだよ。駅弁するマジで。駅弁駅弁しちゃうよ、タマさんに。駅弁しないですね。金シャチしちゃうよ、金シャチ。風俗行くんですか？行かない。俺ね、違うんだよ。俺、トラウマがあって、はい、あの宇都宮駅前にロンドンっていう店がある。あー、はいはい、知ってる？はいはい、ロンドン、ロンドン、楽しいロンドン、はいはい、ロンドン、ロンドン、ロンドンみたいなね、はいはいはい。そこの店に、俺、正月にいとこと行こうと、はい、って話になったわけ、はい、お年玉もらったし、まだ若い頃で行って、ちょっと待って、お年玉もらう頃に行ってんですよ、そうそう、お年玉もらう頃、それなん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 、そんなことない、はい、だったらそこにほら、俺初めてのその体験だったわけ、はいはいはい、で出てきたのがもう暗闇の中で分かんのよ、はいはいはい、もうなんつうの、ゴーストバスターズみたいな、なんかその、あのー、マシュマロみたいな、なんかミシュランのね、そうなミシュラン、2番手、おめえ料理かき付けしねえでタイヤ売れよって人でしょ、すごいミシュランみたいな、はいはいはい、そう、北のミシュランビブね、ブーデーみたいな、なんか、はいはいはい、もう一個、ごめんね、お正月でみんな帰っちゃっててみたいな感じで出てきて、はいはい、いきなり抜かされてやられちゃったわけだ、はい、はいはいはい、ですごく嫌な思い出になっちゃったわけ、はいはいはい、俺の中で、はい、メモリー的には、はい、もうちょっとあのね、すごいトラウマなのね、あれ。あれは、あ、それからじゃあの、行ってないの俺。B 線ですか。何 B 線、 D 線、 D 線って何、 D 線、 DB 線、 BB 線、 DB 線、 DB 線、 DB 線用デブ専門店、デブ線、なんでだよ。いや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 、ダメだって言ったじゃないか。違う違う違う、こっちでは加藤修司イコールデブ線だっていう、そうそう、でカモンが言ってましたよ。ちょっと待って、これ生放送でしょ。生放送です。カモンさん、ちょっとナイスフォロー入れてよ。俺言ってねって。え、待って、どこでトラウマなんですか、それ、これ。あのね、ババアに犯されちゃったから、ちょっとなんかショックなんだよね。わかる？あのね、正月でみんな若い子が帰っちゃってた。で、いたのがおばちゃんしかいなかったの。そのおばちゃんに俺ママとぶち当たっちゃったんだ。それからチェンジ、チェンジって、チェンジいねえんだ。チェンジいないんだ。でもやらなきゃいけないの。そう、やらなきゃいけない。2万払ったからには。え、2万？ 2万も払ったんだ。そっから、そっからそういう人格になったんでしょ。そっからもう正義貪欲になったんでしょ。何、金シャチしちゃうよ、金シャチ、金シャチしちゃうぞ。まあしょうがないね、その初体験がそれじゃさ、うん、まあなんか、あの屈折するわね。屈折するよね。あの性に関して屈折してもねじ曲がってくよね。しょうがない気がする。そうそうそう、ね、小さい頃からさ、すげえ戦場見てたらさ、なんかちょっとやそっとでさ、あのソマリアとかの子供がさ、そう、俺だから G スポットのマリアって呼ばれてるから。すいません、あの確かにそうなんですよ、はい、あのイエス、生まれて、生まれながらにしてもひどい目に遭ってんだから、もうよくしようという努力で生きてるわけですよ、うん、そうそうそう、うん、そこが切な系につながってるわけ。それから以降は結構美味しい思いが、え、それ以降は、まあいろいろね、結構モテました。音楽やって実際のところ、モテるね。モテました。モテる。10代から始めました音楽。俺いつから始めた、中学校に親、中学校で親に初めてアコースティックを買ってもらって、にゃんちょこにゃんちょこやってたんですけど、あとそれはモテた。もう、うん、バンド、やっぱね、でもバンドやってる、あ、バンドやっぱりバンドやろうぜみたいな。そう、バンドってすごいでしょ。あの、だいたいギターやるやつってそういうあれだよね。ほう、なんかね、ギターやって、ボーカルやってってなんかやっぱり、うん、かっこいいなみたいな感じなんじゃない。高校も、高校も、高校もこれやっぱりさ、そのぐらいになってくるとさ、ネックこう、ちょっとこれ入んねえかなとかやったりするんですか。何ネック、ネックを1弦と2弦で、そう、2弦で乳首弾いてみようみたいな、あの何それ、ハンマリングオーみたいな、6弦でこう、そんなしないしですか。1弦またがせんのと6弦またがせんのどっちがいいですか。6弦だよね、やっぱ6弦、あのザラザラ具合がね、ザラザラ隙間がいいよね。そうそう、絶対そうっすよね。
はい、分かりすぎハウリングで脳みそやっつけてやっちゃう。そう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 、ビヨーンみたいな。ちゃうね。でも振動が細かいのは一弦ですよね。そう、振動細かい。細かいな、あの遠藤香織的にはどっちかな。一弦で愛撫されるんだったら一弦か六弦かっていう話なんですけど。はい、三二一九一六、もう好きな数字言って。三、はい。おい三だよ。三弦ですか。まあ強からず弱からず、 弱からずね。まあソフト三弦ミュートでお願いしますみたいな。え？でも鍵盤でしょ？カオルちゃんは。鍵盤でしょ？カオルちゃんでは黒鍵派ですか？白鍵派ですかじゃあ。何それ？白鍵派です。でも黒鍵のがさ、でもベースのがいいか。なんで？あ、待って太い分いいから。太い分ね。黒鍵って黒い方ってことですよ。黒鍵。でもカモンさんとやるときは黒鍵じゃないとダメなんです。なんで？カモンさんとやるときは。やるときは黒鍵じゃないとダメ。俺とやるときはね。キー的に。俺とやるときは黒鍵じゃない。黒鍵じゃないとダメ。黒鍵での黒鍵プレイですか。カモンさんこういう女性タイプっていうのは？はい。え？こんな女性俺タイプなんだけど。女性のタイプはね、俺でもね結構幅広い。演歌を香り？香り？今ちょっとやっぱ香りんだよね。演歌を。演歌を。やっぱ今夜は香りんだよね。今夜は。今夜。今夜お前に決めたみたいな。今夜はでしょ、明日は違うんですよ、明日は違う、はい、俺ジゴロだ加藤さんさ古くね？そうだね。言ってんじゃん。言ってるじゃん。加藤さんは昭和だから。昭和の人間がする。すごく。昭和の。ナウイとか。増田岡田のあの岡田さんみたいななんか感じがするわ。とかじゃん。なんかなんで。だって高円寺行くとき、もうネタが昭和。全部昭和なんだ。あの女優の名前出したらわかるぐらい。俺好きな女優聞いて。はい。黒木瞳。え？バカ野郎。黒木香織じゃなくて？それ、お前たのことはマストでしょ。違うよ。だからギルガメとか見てた系でしょ？見てた。いやいや。イジマイとか。エピーは見てた。見てた。その後 X テレビね。X テレビ。はい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 。イレピーは、イレピーはビデオに撮ろうとしたんだけど、その当時ってビデオってすごい音するのよ。キャ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 。違う、あの取り出しで上から出んの。ガチャーン。ああ、はいはいはい。なったでしょ、ほら。みたいな。危ないみたいな。はいはい。おやがみたいな。シャバッタバ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 ッタタバタバみたいな。やった。ったったもう俺は毛布かけて、毛布かけて、それは音を消してたのもう。それは隠し犯罪。それは隠し犯罪。撮ってたんだよ。親のビデオデッキでエッチなビデオ見て出てこなくなったんです。あの絡まっちゃった。ドライバー突っ込んで壊しましたからね。ビデオデッキを破壊したっていう。ちょっとどうした親に壊れちゃったっつって。でなんか入れたのはなんかアメリカングラフィティがなんか入れ直して、嘘つけ、ぐじゃぐじゃにしてアメリカングラフィティって書いてあるやつぐじゃぐじゃにして入れ直して、音だ音だ壊れた。最悪。オナニー見られそうになったらテレビ壊すタイプだよね。どっちですか加藤さん。じゃあ俺はね、いや俺はね2回目使ってビデオを消すか、ビデオを消すか、チンポを隠すかっていう。じゃあ俺は誰に見かけて、親、はいはい、俺は19の時に見つかってるから。ああ、どっちあるでしょ。ビデオそのまま流しながら、そのままこうやって握りしめて朝迎えちゃったみたいな。固まっちゃったってことですか。あんた何やってんのみたいな。いや、絡まったじゃないよ、俺握りしめてたんだよ。あ、でもいいじゃないですか。ゾウさんみたいになんか絞あ、はいはい、しぼんじゃったやつ。はい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 。やってる最中に寝ちゃった。そうそうそう、深夜2時だった。若い時は、ね、若い頃は無理やりにでもやろうと思う時は男には鍛えないとやらなきゃいけない。日々鍛錬ですから。へえ、大変なんですね男の人も。まあ、結果今はあれでしょ、あのズボン隠しても何ローションが起こってるっていう、どっち隠してもダメだっていう。あれ、そうなんですか。え、俺しないですか。ローション道具使わないですか。でも今俺だって生身だよ、ね、ギターのさあれとかはもう俺チューニングしたりするんでしょ。なんかこうそうそうそう、ローションでします。ローションでね、うん、あの弦か借り替えたり、うん、なんかここら辺のピン、ちょっと女もチューニングするんですか。します、ね、右の乳首が F シャープみたいな、うん、左の乳首 C フラットみたいな、なんか左ひびがねえなみたいな。そうそうそう、なんだ俺音悪いぞみたいな。じゃあおまたかみたいな、ひびがねえからすげえよ、ここ高い音とみたいな。ちょっとここを開拓してみれば、B が出るみたいな。いい音が出るんだろうな。B シャープ、あ、B シャープってないですか。B のシャープってあります。B はシャープないですね。そう、C ですね。そう、上がると C になっちゃうですね。そうね。ね、はい。
つまんねえ。あれだ話。なんか今日はミュージシャンだからギターに名を揃えて。結果遠藤が俺と喋りて。そうだよ、俺そうだよ。これちょっと好きなんだよ。言ってんじゃん俺。そうなんだ。やってみます。何を？玉太郎さんから。何をやってみるの？何やるの？一戦交えんの？じゃあ俺ね、今日なんでパン持ってきたかね。もう言うよ、俺言っていい？なんならパンやればさ、おっぱいぐらい揉ましてくれんじゃねえかなって思ってちょっと待って、その87円のパンで違うっすよ。ない、私のおっぱいは87円じゃないのよって言ったら85円。なんなら15円お釣りが来た、100円出してこれさ、だってあれでしょ、だってじゃあトップバリューって書いてあるじゃん。遠藤香織はトップバリューだから。じゃあトップバリューでしょ。トップなだけに、トップだ、オーバーザトップだ。これベストプラスですよ。やっぱベストプライスじゃん。私が買ってきたのがトップバリューなの。まあトップバリューだよ。ちょっと違うのこれ。違う。でもこっちの方が美味しい。 BP じゃないですか。もうちょっと高いパン買ってこようよ。二人ともさ頑張ろうよ。もうちょっとね、安さのポイントって書いてあります。ここで A 曲、加藤さんと俺TKO ですね。あったっけそんなの。押島正弘さん。はいはいはい、はい、今日ちょっとマンゴーとキウイフルーツ。そうです。はい。なんでキウイフルーツ嫌いなんですか。わかんない。ちょっとやってなんて言ったら1曲目にやってくれてですね、ちょっと嬉しかったんで1曲またお願いして。マンゴーとだっけ。いやいや、嘘つきとキウイでしょ。うん、マンゴーって言いたかったからでしょ。でしょ。ですよね。マンゴーだったらパパイヤ。俺たち絶対モテねえ。モテたことないよ。こんなことばっかり言って。モテモテだよ本当に。隠すもんだって。大島正弘さんで嘘つきとキュウイフルーツです。Oh,
大島正弘さんで嘘つきとキウイフルーツでした。続きましてのゲストは次郎さんに来ていただきました。はい、次郎さん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 、お疲れ様でした。お疲れ様でした。先週も、はい、先週でしたね、先週も来ていただいて、先週も、はい、なんか来ていただいたのになんかあんまり喋ってないっていう、ね、そうですね、僕結構いっぱいいっぱいだったんですけど、川さんブログ見たら全然喋ってねえって書かれてて、そうだね、みたいな感じそういえばそうかな、そう、なんか結局ミッチーが、あ、ミッチーがね、いじられっぱなしだったんで、ね、はい、やっぱいじられ、いじられキャラだったんで、ね、そうですね、そうですね、はい、今日は次郎さん、キャンドルナイトの方は、キャンドルナイトの方はですね、なんか気持ちよかったですね、すごいね、あ、本当ですか、場所も新しくなりまして、そうですね、新しくて、で、なんか自分のステージと、メイちゃんのとこでちょっとバック引かせてもらって、はいはい、あと、キミチのとこで、そうですね、最後ね、はい、なんか楽しましたね、あー、本当ですか、やっぱり自分でやるより、はい、こう、バックの方が楽しかったりっていう、ああの違う、この喜びっていうんですか、はい、あの、ピンで立ってると、なんかこう、いや、それはそれで楽しいんですけど、あのやっぱ人とやってるとまたなんかこう違う、あ、はい、充実感みたいなありますね、うん、はい、なんか毎回違かったりするんですか、その、なんだろう、あ、なんて言ったらいいんですかね、その、うん、感覚的なものっていうか、あ、変わりますね、でも、うん、あの、今日はいけてるとか、今日はちょっとまずいかなとかですね、それがこう自分の時はもう自分の調子だからしょうがないなって思うんですけど、あの人とやってる時って合う合わないっていうか、相手の調子が今日ちょっと良さげだなとか、あ、調子悪そうだなとかいうのも分かってて、ね、やっぱあるんですね、ありますね、あれって何が違うんだろうね、なんだろうな、え、いや、だから相性しかないんじゃないですか、うん、じゃあ今まで、ね、あ、この人なんかいいなって、やりやすいわっていう、長君だってあるでしょ、うん、相性、これは大体大丈夫、これやりやすいなみたいな、だって俺はその前に終わっちゃうから、ああ、うん、これ自分勝手なんで、うん、ああ、相性がいいとか、相性がいいとか関係ないから、分かんないですね、自分で、うん、はい、独り善がっちゃうってやつですね、そうそうそう、そうですか、はい、何をバカにして、こう自分がこういくと相手が答えるみたいな、あ、セッションみたいな、あ、いや、でも今日、キミッチョとやってたやつを見て、うん、こう
じゃあ紹介しますみたいな、あのよくね、あのバンドとかでもさ、じゃあバンド紹介するみたいなで、はい、いきなりなんか演歌みたいな、ティンティリンティリン、あの新幹線が大宮の、はい、大宮の駅止まるみたいな音、はい、よさこいなんとかみたいなのが始まるんですよ。いやでもああいうのってよくあの場でね思いついてね、そこに合わせてこう、新忘れちゃった、なんだっけ、さっきまで喋ってたのよ、あのね、大宮、うん、大宮じゃなくて、ポンポポンポポンポン、カホン、しんいちくんの、そうそうそう、しんいちさんとかも、もうポンポポンポンポ、よくああいうの合いますよねっていう話。あれ、君ちょとは結局まあ建北ブラザーズでやってるんですけど、それでまあ、あの曲も何回もやってて、ただ間の自己 PR のところは毎回ちょっとこう、今回これやってみようかなみたいなネタをこう、あ、合わせてるんですかね。はい。お互いが俺好きになんか好きなようにやってて、こう結果合ってるっていうのかと思ったんですよ、好きなようにやってるんですよ。ああ、やっぱそうなんですか。あのだから練習ってやんないんで、はい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 、いつもステージでこう、じゃあ今日はこれみたいな感じで、なるほど、はい、あ、すごいですね、やっぱそれプロセッションっていう、ああいうのができるってすごいですね。だから言葉以外でこう通じ合えるみたいなところがいいですよね。言葉はいらないみたいな、ね、ファインプレイ、ファインプレイでね、とりあえず付き合うかどうか決めっからやってみようみたいな話ですよね。まあそうですね、あの言葉は、言葉はいらない、あのだって言葉はいらないみたいな、 ABCD って言ってごらん、かおりちゃん、 ABCD、 EFG、 EFG、 次は H、 はい、 I、 はい、はい、そこ、はい、そこセンテンス、もう一回 H の次に I がある、 I の前には H がある、つまりえ、つのが先なんですか。そう、当たり前だ。なんで？あれ、それが自然の説理って思うんですよ。で、あれ、なんで？そうそうそう、じゃあいい、ダメ、今日からじゃあ A B C D E F G I H I H T みたいな。今日はなんかすげえ東芝の回し物みたいな。あ、ジロー、あ、だからだ、東芝家電で二人して I H。 え？だから隠してないけど。あ、IH でね、はい、なんか CM もらおうとしてる、はいはい、ありがとうございます、はい、いやでもね、うん、そうですよね、ちょっとさ、うんうん、まずは、まあ、だって、だって観光地行って、おまんじゅう買うときね、おまんじゅう買うときですよ、うん、僕らだってね、行ってさ、お店行ってさ、写真見ますもんね、写真見ます。写真見ます。ああ、それ全然関係ないですね、写真見たら。でも写真はそうですね。確かに。だって、ね、例えばだよ、カオちゃんさ、例えばだよ、こう自然のこう原理の中で、これから結婚をして、最終目標っていうのはやっぱり子孫を残すことであるわけだから、それが強くない。のはやっぱ淘汰されていかないとダメなわけなんですよね。別にそうやエッチすることに対して、いや、あれエッチじゃなくて、こう子孫を残すっていう言い回しで、そうそう、子孫を残すことに対しては、そんなに抵抗はないんですけど、抵抗はないですか、はい、でもエッチすることに対しては違う、なんかそのじゃより強いオスを求めるために、はい、うん、試すって感じですか。いや、もうなんかこう精神論じゃないけども、遺伝子に組み込まれてるはずなんだよね、より良いものをこう受け入れたいみたいなね、より良い子孫を残したいっていう、うん、強く、音楽だってなんかより良いものだけがやっぱ残って後世に伝わっていくわけで、じゃあやってみればいいって感じ。そうです、わかりました、ぜひ、はい、ミッチー、ミッチーだって付き合ったんですよね。次のゲストで呼んだ時にまあ聞きます、この話、うん、次のゲストの時にまあ、今は二郎さんの、二郎さんあれですか、はい、やっぱり、はい、若い頃からやってるわけですけど、はい、モテました、やっぱり音楽やって、はい、音楽やってモテたっていう感じはないっすね。あー、本当ですか。はい、二郎さんときってなんかそのバンドブームがやっぱりあったり、はい、バンドブーム、あー、イカテンですよね、はい、はい、世代でいうともうボーイとか、そうです、ボーイコピーしたことあります、ね、そうですよね。たらあの辺っつったらさ、もうボーイやってるよ、ラフィンノーズとかですか、ラフィンノーズコブラとか、あ、バックフースランプとか、ああ、はい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 、そうです、あとストリートスライダーズとかですね。え、俺は誰ですか、あ、今堂本兄弟でギター弾いてる土屋光平くんがいたバンドです。ごめんなさい、うん、
うん、あれはもうストリートスライダー。スライダーっていうんですか、そう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 、ストリートスライダーです。ああ、わかんないです。あとはね、あと何やったっけな。TM、あ、いろいろコピーしてんですね。そうそうそう。あ、コピー機。コピー機か。はい。コピーロボットに、はい、いやすごいですねやっぱジローじゃない、うん、でもやっぱりロックなんですよね、うん、あのバンドは今ちょっと、ね、2年ぐらいお休みしてるんですけど、まだ一応やってまして、はい、あ、まだやってるんですか、はい、あ、やっぱなんかジローさんってさ、なんかあのアコギのイメージなんですよ、もう出会った時からアコギやってたんで、なんか今日はディーパー弾いたんですよ、あ、本当ですか、はいはいはい、スモーク、カルジャーボーダー、ね、俺の車は速いぜってそうそう、デッデッデッデハイウェイスターじゃないですか、ハイウェイスターかしら、ディーパー、あれかなんか、一瞬ディズニーランドにいるのかと思った、何ですか、ティリティンティンですか、話おるね、今日もかおりちゃんは話おるよね、持っていかれます ね、うん、2人は、一緒にやったセッション、ケンポックブラザーズ、ね、ウィズ、あー、フューチャリングみたいな感じで、フューチャリングなんだ、うん、あー、2回やりましたよ、2回、ね、2回、なんだっけ、千本松と千本松と、街角、街角やったんだね、あー、名残雪やった、うん、おー、やっぱそう、直り行きとかやっぱそういうイメージなんですよ、あの渋めのっていうイメージなんですよ、ジローさんのこと、はい、うん、でも千本松牧場はユイですもんね、ユイだとね、なんかバンド組んでちょっと違う、あの遠藤香織もなんかロックみたいなのやってみたらいいんじゃないの、なんかそうですよ、うん、レディーガガみたいなね、あー、バービーボーイズみたいな、あれロックですか、目を閉じておいでよ、顔はやつと違うから、まあ言ってることはロックですよ、うんねえ、俺結構好きですね、バービーボーイズ好きですよ、ね、はいはい、あの上半身裸になった方がいい感じですか、それは X ジャパンのライブでお願いします、ですね、はい、ロックとかやんないですか、ジャンル的に、なんかやっぱり違う遠藤香織をこう発見とか、あ、みたいですね、うん、私別に嫌いじゃないんですよね、 あれだし、なんだっけ、スーパーフライとか、ああ、はいはい、はい、あ、もうちょっとロックっぽい方がいいですね、でも約束するねのバックとかなんかロックっぽくないですか、そう、あ、そう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 、 あれロックや、庄屋、あ、庄屋はロックでしょ、あの16ビート、あれ、プリプリとかいうぐらいですか、プリプリですよね、プリプリじゃないですか、香りだし、ちょうど、あ、 M とか、M、そう、M、 M は一回やったことある、マイキングロインアップとかね、あ、いいですね、あ、ありましたね、あれ、いい歌ですね、やっぱバービーボイスがいいですよ、バービーボイスできます、バービーボイスがいいですよ、どういう歌ですか、目を閉じておいでよしかしないですけど、目を閉じておいでよ、あと負けるもんかとか、俺負けるもんかはさ、負けるもんか負けるもんか、あの男の人なんだっけ、ああ、始めました、で負けるもんか負けるもんか、何でしたっけ、こういうとこでパッと出てこないもんね、そうそうそう、この脳細胞が結果相当死んでるっていうね、バービーボーズじゃないやつ、バービーボーズじゃない、なんだっけ、あのね、男の人は歌ってる、ね、でね、大事マンブラザーズバンドじゃん、そのぐらいの世代ですよ、やっぱりあの辺の、それが大事、違うです、違う、なんか違うやつがあるんですよ、まあ、題名が負けるもんかは分かりませんけど、金太郎の大冒険でしょ、あれは最高です、坪井のりお大先生、坪井のりお大先生、坪井のりお大先生なんですよ、あ、そう、坪井のりお大先生だ、あれは、はい、カラオケですっげえみんな歌ってて覚えたんですけど、金太郎カラオケ行くんですか、カラオケ行きますよ、カラオケ行くんですか、何歌うんですか、カラオケ、スマップとか、うわー、すげえ、スマップは一番なんですか、やっぱ夜空の向こうですか、いや、テンダラーですね、あれタンダラって初期ですよね、初期ですね、かなりね、オレンジ、あ、その辺か、はい、あとテンダラドゥテンダラみたいな、でもさ、はい、いわゆるだから会社の忘年会とかなんかで言ったらもうちょっとヒーローでしょ、ヒーローですよね、いや、ちょっとそう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 ですよね、ヒーロー、テン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 ですよ、テテテテテテテヒーローですよ、アトム、イソップイソップちゃん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 、イソップイソップ物語のイソップ、うん、知ってます、松村雄貴、悔しいですっていうの、もう香織ちゃんはさ、香織ちゃんは何を何を見て育った、うん、スクールウォーズ見てない、多分見てないですよ、え、ちょっとスクールウォーズのあの CD 屋でこういう万引き、あれ万引きじゃないよね、あれは強盗です、あれは強盗です、だって学校の中バイクで走ればガラスバンバン割るわさ、スワンの涙覚えてます、
え、何見てましたテレビ。東京ラブストーリーは、え、ドラマ、テレビありました。ギャフンって言っていいですか俺。いや、これさん、テレビドラマ好きだった。テレビドラマなんですか。ステゴザウルス好きだった。テレビドラマ、あのドラマじゃないですか。足立由美好きだね、なんかね。あ、足立由美だったら、あれは家なき子、うん、はい、家なき子は小学校。あー、そんなに違うっけ。101回目のプロポーズとか、タイトルだけ。あー、アスナラハクション、タイトルだけ。え、そんなに、そんな差ある。これって何ですか。何ですか。ドラマ、ドラマ、ドラマ一番、一番、じゃあこのドラマはストロベリーオンザショートケーキとか。あー、あんま好きじゃないとか。あ、SOS。SOS、SOS。アバの、アバのやつ。そうそうそう。ちゃ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 。はい。GTO、あ、GTO とか。あ、GTO はなんか、なんか見る気がしなくて見なかった。あれなんでしたっけ、石田一生の。ああ。トップオブザワールドがね、未成年。あ、未成年。未成年。未成年ちょっと見。カトリチンゴが。そう。浜崎あゆみが出てるやつですよね。そうそう。ジローさん、そうそうそう、浜崎くるみってなんか見てましたよ。くるみ、あ、浜崎くるみ。そのいわゆる東京ラブストーリーの頃はあんま積極的には見てなかった。ああ、そうなんですか。あれ、あれ見ました。最近ラストフレンズとか見てビビりましたね。なんかラストフレンズ、広瀬涼子ですか。いや、あ、それはフレンズだ、主題歌。ラストフレンズなんだっけ。私一番最初に。ジローさんの聞こ。でもね、え、なんで、なんで出るの。大変なことあの関ジャニとニュース一緒にやってる人。あ、そんな人いいんですか。ジローさんなんか。西戸。西戸。ジャニーズ好きっすか結構。ジャニーズはなんか結構覚えてますね。ああ、そうなんですか。うん、男性タレントってジャニーズばっかりじゃないですかなんか。まあ。言う、言っちゃいなよ。何が、言っちゃいなよ。何がですか。いや、言う、言っちゃい、なんかジャニー北川先生。ジャニー、いやいや、ジローさんこっちじゃないですよね。違います。こっちじゃないですよね。そうですよね。 AKB は4人しかいませんけど。ああ俺も最近4人。一人も知らない。あれだけでもさ、毎日露出してれば大概覚えるって。いや、テレビ見てないのも分かんないもん。あ、すいません。 AKB、 篠田と大島と板野、栃木出身がいるんですね。大島優子です。え、そうなんですか。ミブですよ、ミブ。ミブなんですか。でもね、黒い人は平山あやがいますからね。でも同い年です。ウォーターボーイズの頃が一番良かった感じがします。わー、良かったですね。最近ちょっとあれですよね。俺、ウォーターボーイズは真鍋かおりしか覚えてないっていう。あー、良かったです。はい、いいっすよね。はい。プロアクティブなんて今出ちゃってるけどね。プロアクティブ。もうね、あのカモンさんが寝そうなんですよ、酔っ払って。誰ですか。あの、じゃあかおりちゃん、うん、何に気づいたんですか。いや、言えないようなことですか。いや、言えます。あの、ブログ、あの PV 撮影のブログ、あれ終わりましたっていうブログ。ポルノビデオ。はい、PV。あの、ここ宣伝をしたんですね。はい、HTMC。 ああ、はい、ありがとうございます。33って入れるの忘れてたと思って。あ、だいぶもう35ですか。今入れました。あ、35ですから。あ、年齢の話なんですね、33。いやいや、違うんですよ、実は違うんですよ。あ、知ってる、かおりちゃん。なんでカモンさんから。あ、聞きました。なんで33なのって。まだ聞いてない。なんか足したんですよね。そうだね。17センチと、そうだ、14。あ、違う、足して引いて、じゃあ33から17を引いて16、はい、17センチと16センチっていう 16.5 センチずつじゃないんですよ。すごいですね。1センチでかいっていう。で、それが35になった。33が、いや、35になって、年が30、いや、その時ちょうど年が33歳だったんです。始まった時で、ちょうどそれ。もうでかくなるんですよ、もう。もうちっちゃくはなりますけど、でかくはならないっていう。あの、まあ、割り箸でもね、刺しとけば、そう、刺しとけば、あの、ちょっとでかくなるかもしれないですけど、空気を入れるか、こう、鞭を打つ、しびれさせる。しびれさせる。あとは何ですか、千代さん。お薬を飲む。くだらない。お薬を飲むっていうのがありますね。はい。カモンさん、ティッシュ出しちゃった。はい、鼻が詰まるんです。で、千代さんって、曲自分で作るじゃないですか。あれって、どうなんですか。なんかこう、ドーンってきます。
だから僕塩先に書くんですよ。はい、はいはい、一緒。書いたら意外と乗ってることありますよ、僕は。あー、わかる。じゃあ、微妙に一緒っていう感じなんですかね。うん、で、結構それって多分俺らが思うのには、はい、どっかで聞いたことあるのをこう作っちゃうんじゃないのかなって思っちゃうんですよ。その前誰かの時言いましたよね。うん、なんかそれでとやっぱコピーとかなんかパクリになるじゃないですか。はい、なんかそういうとあんま気にしないっていうか、なんかあでも気がついたら似てるなって、似てるなっていう感じで。僕君が一番好きだからって曲があるんですけど、うん、歌ってたらなんかやややのサビと似てるんですけど、ややにどちらか。ああ、はい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 。でもまあ、まあそういうもんですよね。そう、まあ曲が増えていくとはあれですね、うん、そういうやっぱ2回打ったですよね。先に作ったか後に作ったかぐらいの差しかなくて、木田太郎も言ってました、同じのこと。あ、うん、作ってから何話のバッハ、あすごいんですってあの人、木田さん。あの人で CM ソングとかなんとか半端じゃないですよ。小林亜生より、いや小林でも木田太郎も小林亜生に一つだけ勝てないことがあって、あの、デレレンデ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 ン、このキラムキャでしょ、うん、あれを作ったことでもう小林亜生には勝てないんだって。なんであの曲はもううますぎて、名曲すぎて、うん、僕数は小林亜生と変わんないぐらい作ってるんだって、キラ太郎も。だすごい突拍子もない代表作なんだ、あれが。そう、あれがもうあの1曲だけで私はもうあの小林亜生には勝てないと思ったって言って、いうぐらい。でもあれ確かにすごい曲じゃない？だって何年流れてるかわかんないっすよね、やっぱり。やっぱりあのこのあのラジオで、はい、あの山下達郎さんが出て、うん、あのやってるんですけど、はいはいはい、やっぱりあの人の曲ってもう今聴いても新しい感じが。そうですね、あれのってやっぱすごいなと思うんですよね。あれの頃ね、シュガーベイブ、あなんか全然あれもわかんないですけど、うん、古くないですもん。クリスマスソングしかわかんないですけど、大滝栄一でしたっけ、ああと一緒にやってる頃、映画あのまあいいや、映画長い、あいいです、ゴンベンのやつでしたっけ、絵ってピクチャーの方ですよね、ピクチャー、あーサイモンフミ、サイモンフミでしたっけ、あれいやもうやめましょう、はい、すみません、曖昧なんでね、はいはいはい、ね、で違うんです、俺今日ね、あのキャンドルナイトを僕さっきから見てたんですが、はい、まあ、キミッチョも言っちゃったんですけど、すごいあの性、そのセックスになぞらえるみたいな、その人の演奏、あ、二郎さんの見て思ったことがあるんです、はい、すっごい、うん、ここ痛くない、ここ大丈夫、ここ気持ちいいとかすっごい効きそうっていう、相手より、そうそう、相手よりな感じが、そうここさ、ここいいの、ここいいのみたいな、痛くないみたいな、ちょっとうってやられると、あ、ごめんごめんみたいな、そういうイメージです。当たってませんか？言ってたことないですか？ごめんは言わないですけど、ごめん、なんか似たような、ここ大丈夫、ここ大丈夫みたいな、あとは割と、あー、はい、あー、じゃあ結構合ってるみたいな、あのギターの弾き方とかって、きっと、グランプリの高さに何だっけ、サーキットの狼は、あの、女の人にさ、なぞらえるじゃん、このヘアピンカーブを抜けてみたいなさ、ジャングルを抜けるとみたいな、どこのジャングルだみたいな感じになってるんですけど、やっぱりさ、楽器とかにさ、接する姿ってさ、こういう、やっぱ愛してるもんだから、女性に対する姿ときっとダブると思うんですよね、僕いつも思ってるんです。だからそのギターとかの弾き方とか、フルート、だから雑なんだね。そうだよ、俺フルートの弾き方見てると、あ、そういう口遣いなんだっていう。女子に関しては頭おかしいよね。こう、あとはバイオリン弾いてる女性の左手のビブラートかけるときがすごいエロい系。クルルルって、おーみたいな、すっげーみたいな。だから俺なんか高嶋ちさ子にはすぐ生かされそうみたいな。まあうまいだろうね。そう、絶対うまいっすよね。あれローション塗ってストラトバリウスみたいな。俺のね、俺のストラトバリウスビブってくれみたいなさ。ジローさん、あの東芝 EMI から、はい、でもソニーでも何でもいいんですけど、はい、デビューしないかって言われたらします。しますね。あ、やっぱりそこは持ってるんですね。そこは普通に、あ、そうなんですか。だからチョモくんとこの間言ってたのは、ジローさんってすごくやっぱ大人で、大人そうで、こう割り切ってやってるから、なんかやっぱジローさんだけすごくこう、なんか特別な感じがしてたんですよ。そうそう、僕そう思ってたんですよ、うん、もう大人だし、それはもう割り切って、音楽と仕事は割り切ってきちんとやってるみたいな、そうスタンスがね、そう、うん、あ、でもやっぱりそこは、なるほど、いや、EMI 来たら言いますか。あ、インディーズじゃってところで、でもインディーズ
だと、まあ、条件が多分いろいろついてくると思うんですよね。ああ、そうですね。結果それが、あの一発で終わる場合があるじゃないですか、はいはいはい、メジャーでデビューしたとして一発で終わる場合があるじゃないですか、その後ずーっと連絡でバスへのスナックぐらいでしか、はい、ね、こう、もう涙が出てますからね。もうなんかもうあのしかなくなっても、うん、こうじゃあ例えばじゃあ今のその仕事とかを捨てる覚悟はありますかっていう話で、うん、結果その、うん、メジャーデビューしたけど、はい、先がどうなるか分かんないじゃないですか。はい、あのこう水物じゃないですか、はいはいはい、うん、っていうのはどうですか。そこはねすごい考えると思いますよ。ですよね、うん、もうそこを踏み切って後には要は戻れないわけじゃないですか。そうそうそう、うん、でもなんかやってみてもいいかなって思います。ああ、なるほど。あ、じゃあやっぱミュージシャン体質っていうか、うん、やっぱ好きなんでしょうね。そこはね、音楽でね。うんうん、だからそれ食っていけるっていうとやっぱ夢じゃないですか。あれでもぶっちゃけ一発当たったらどうなんですか。ね。あ、ミリオン。こう来るけど税金もいられますよね。だってジローさんなんか自分で曲作って歌詞作って、うん、ね、歌まで歌ったら、うん、でも。今実際ぶっちゃけその CD が売れない時代でダウンロードでいくらって言っても1億入りますかね、もし大ヒットって。関連グッズが売れるかもしれない。あ、そうですね、チャックボイスとかね、あとはストラップみたいな。1億いったらウハウハですよね。まあでもこれから先1億以上は絶対その仕事やってれば稼ぎますよね。普通に社会人としてればいけない、いけないと思います。僕はね。いや、それは分かんない。いや、ジローさんは、いや、本当に計算してますから、うん、そうそうそう、はいはいはい、いけるかな、どうかなって感じですね。でも、そうですね、1億入ってくれば、まあうん、ゆっくり生活しながら音楽をずっとやれるわけなんで、それはないと思います。1億では、音楽で食べていこうとして、1億では多分食っていけない。お付き合いとかも多分、すごい、ね、あの国会議員が年間いくらもらってたっけ、あれ。なんで睨んでんの2000万ぐらいですね。2000万ぐらいもらっても全然足りないっていうじゃないですか、うん、お付き合いが増えて。なんで怒ってんの。なんか夢がない。だってそこはなんか現実の話してなかった今。いわゆる必要経費みたいなものが、ね、すごいかかりますね。サラリーマンは会社が払ってる。そうですよね、うん、自分で全部自腹になってるんですね。で昼起きる生活に始まるわけでしょ。そしたらで夜中もういつまでも飲んでるね、うん、夜中2時も3時もっていう。でもそれもしない、そのやっぱり栃木でいて自分でやってってなってれば、うん、まあなんとかいけそうな感じはしますけどね。イベントにも呼んでもらえるとも思いますしね。確かにそういうのは大きいですね。メジャーデビューすれば福大で歌うチャンスもね、そうですね、あるかもしれないですからね。福大のベルモールで。いやいや、でもあの U 字工事とかだってさ、凱旋ライブみたいなのやってますよね、たまにね。うん、でもすごい高いらしいですけど、もうあそこまでになっちゃうと、なんかもう40-50万ですよね、1回来てもらうね。昔うちの高校にダニエル・カールが来たんですよ、講話をしに。んだんだと、んだって言うじゃないですか、んだと山形弁の話で100万持ってったって話ですよ。持ってるんですよ。それができるようになればすごいですね。だから、ね、要は一発売れちゃえばどっか行って営業できるんですよね。そう営業で暮らしていけるんで、うん、それはやっぱミュージシャンとしては夢ですね。そうか、やっぱりそっちのが、うん、好きなことでやっぱ暮らしていけるんであれば、ね、ちょっとなくてもいいと思います。はい、ライブで回ってですね。はい、ということでうちの切り替えができない。じゃあそろそろ歌をね、はい、行きたいと思うんですけども、カモ代表がそれはそっとしときった方がいいですかね。そっとしといくべきなのか、歌行ったら交代って言ってたんですけど、歌行かないでいいですかね。はい、大丈夫ですかね。カモンさん、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 カモン、もう疲れ、あ、もう本当にお疲れみたいなんで、ジローさんすいません、歌流す予定だったんですけど、僕たちわかんないんで、はい、はい、はい、すいません、はい、じゃあ次のゲストじゃあ交代でお願いします。はい、誰ですか、次は。あ、ちょっとご指名で。ご指名で。はい。ジローさんご指名で。ご指名で。ありがとうございました。あ、行ってない人誰？あれ？あの、君長。はい。続きましては君賞が来る予定でございます。ケンポコブラザーズですね。はい、ジローさんありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。寝てるんですか。大丈夫ですか。
今日はね曲が流れての交代の予定だったんですけど、はい、曲が流れないっていう曲が流せないっていう。あ、はい、あ、映ってる。あ、大丈夫ね。いいよいいよいいよ、疲れてる疲れてる、うん、はい、続きましては君島大輔さんです。あ、どうぞ。おー、はい、やーおー、はい、キメッチャも今日で3週目、うん、3週目で、あ、ありがとうございます。はい、どうでしたライブの方は。今日楽しかったですね、僕。あ、いや、生き生きしました。ラジオで会う君っちょとは、うん、やっぱり違う。全然全然も生き生きして、でも君っちょはなんかね、うん、ギターのこう弦がジャカ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 言うんですよ。でマイクも遠いんですよ。声が大きいというか声量があるじゃないですか。結果マイクがすごく遠いし、ギターもそのに合わせてジャカジャカ弾くから、すごい乱暴なセックスをします。どうですか。ド S ですね。ド S ですよね。絶対ド S ですよね。違います。あ、ごめんねとか言わないでしょ。早く行ってもオラーみたいな。いや、それ行くときバックバックで行くとき突き飛ばすでしょ、君っちょ。ガン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 ってオラーみたいな。普通さ、行きそうになったらさ、自分はちょっと腰をヒュッて抜くけど、君っちょドーンってベッドの上に女の人がブブブって倒れるパターンでしょ。で、女の人がブブブって言って、おめえ、へこいてんじゃねえよみたいな言って、おならじゃないのよ、空気が入っただけみたいな。懐かしい。トンネルズ、トンネルズ。トンネルズの。おならじゃないのよ、おならじゃないのよ、空気入っただけ。なんかちょっとワイルドな感じはしますよ、やっぱギターの弾き方も、うん、さっき二郎さんにも言ってたんですけど、あの女の人の扱いとギター楽器の扱いがきっと似てるっていう話になって、あ、そう、俺はそう思ってるんです。あ、やっぱ愛するものじゃないですか、ギターも女の人もっていう。まあ愛してない時もあるでしょうけど、君っちょぐらいになると。何それ。何それ、はい、やっつけとかね、やっつけるみたいな。なんかないないないすか。そんなに俺経験ないからね。いや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 、何を、いやいやいや、そんなこう上の髪立ってるくせに立ってないはずがないじゃないですかね。いやいやいや、そうだと思いますよ。何それ。で、うん、はい、何じゃねえ、何だよ、助けてくれ。いや、俺、周りが思ってるよりはちゃんとしてます。控えめっすね、俺は。そうっすね、控えめっすね。ちょっと、なんかね、上から下にみたいな。あ、じゃあやっぱり愛のアートにエッチが来るタイプですか。 IH なタイプ、 IH、 IH タイプですか。ダイオメってどういうことそれ。 HI、 HI だから、 HIJK じゃないですか。エッチがあって愛する女子高生ですからね、うん、HIJK ですからね。あ、でも IH ですね、俺は。そう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 、 IH、 あの JCB カード、女子中学生。やめましょう。ちょっとつかめないですけど。やめましょうね。つかめないですけどね。っていう話です。ああ、でも IH ですね、はい、僕は。炊飯ジャブ。うん。本当に思ってます。何それ。はぁ、はぁ、愛って何ですか、じゃあ。愛、君島大輔の愛。愛って何ですか。愛って、でも。愛っていまいち分かってないんだよね、俺。でもそれって言葉で説明する、なんかできる。でも言われないと、言われないと分かんない人っているじゃないですか。でもなんか気持ち的にはこういうことみたいなさ。メンタル的な、そういうもんなんじゃない、愛って。伝わんなくても愛ですか。じゃあ、うん、僕は、うん、例えば僕はじゃあ誰かのことを、まあ、かおりちゃんって言わないとこがいいんですけど、うん、思ってますっていう自分のでも気持ちの中ではそれは愛じゃないですか、うん、でも相手にそれが愛が伝わらなかったらそこは愛ですか、うん、っていう。でもそれは一つの愛じゃないですか。一つの、あ、いっぱい形があるっていう。自己満足っていうか、自分の。でもある意味自己満足じゃない、愛って。愛って、いや、そうし、そう、それは恋じゃないですか。そうですね。でも相手に抱くもの、うん、じゃあ全てを全部を包んだ上での愛なんじゃないですか。ああ、まあ許せるっていうことね。もう相手が幸せになれば、まあそれでも愛、ね、そうです、そうです。こっちが好きなのは恋じゃないですか。あ、それは、そうです、それはミッチー系ですね、それは。そうですかね。何でしょう、ね、例えばじゃあ自分の、うん、僕子供いるんですけど、はい、子供ができて初めて分かってることって、愛ってこういうもんなんだなっていう、あ、うん、こいつらのためなら命なくなってもいいなって思うのは俺多分ね、子供たちだけだと思うんですよ。そうなんですよ、あのスマップの、ライオンハート、うん、あれの歌がおかしいんですよ。あんなことありない、ない、ね、絶対にないと思う。だって君は2番だよみたいな、で正解で君が1番好きで子供らが2番だよっていう、あれはない、ない。愛、恋だと思う。恋が愛より超えることは絶対にないと思います。まあ絶対ってこと。いや、絶対にない。もうレベルが違う。うん、でも子供に対してのその、うん、あれっ
なんていうの、気持ちっていうのは、うん、もう絶対に超えない。女うんぬんとか、うん、まあホモなんですけど、うん、男うんぬんとかっていうのはもうない。あ、そう、子供がね、できで、ね、できて分かることって、うん、何驚いてるのそこで。チョモって超ホモの、そう、チョモって、え、男同士で子供できる感じ。何言ってんの、はい、何を、いや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 、それはあの両方大丈夫っていう、うん、そうそう、バイですね、バイ、二刀流ってことですね、 BY、 そうそうそう、 BY、 大丈夫だっていう、バイセクシャルです、セクシャル、彼氏も彼女もいる、バイオレット、あ、僕、二人が、二人がってことですか。タイプじゃないです。絶対僕もタイプじゃない。タイプじゃないです。全然タイプじゃない。全然僕もタイプじゃないです。全然、はい、チンパンジーにあの口開かれてるカエルみたいな顔してる。なんかガチガチやられてる。あ、でも俺なんだっけ、あの海の中、あのアンコウヒキガエルとかっていうのがいるんですよ。はい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 、似てんだよ。俺？うん。あ、違う、俺これヤドクガエルって言ったじゃないか。あ、ヤドクリも赤黒のヤドクガエルでしょそれ。だから言ってんじゃん、今赤黒だから言ったんだよ。気持ち悪い顔しやがってメガネザルこの野郎。あ、じゃあそれやめましょう、誹謗中傷やめましょう、誹謗中傷だね、誹謗中傷、違うんです、でもやっぱ愛と、そこで愛、でも今許せるか許せないかつったらばね、だって頭来ないですか。あ、いや子供たちに頭来ることもありますけど、あ、ありますよ、でもやっぱりでもそこは愛ですか。でも許すのはでもまだ経験がないんですよ。君っちも結婚して子供ができた時に、多分新しいこの自分の発見があるんですよ。この、なんて言ったらいいのかな、新しい感情が出るんですよ、芽生えちゃう。その時に多分曲作ってください。はい、そしたらまた別な感情で作れると思うんですよ、うん、もっときっと優しくて、もっと強い曲ができると思うんですよ。そのぐらい変わると思いますよ、きっと。彼女が、じゃあどっかね、あの例えばじゃあ飲み行ってきますとか言って、じゃあ飲み会ですとか言って、うん、じゃあ連絡が取れなくなりました、しょぼいやとかって言ったね、しょぼいや、しょぼいけど、言う時に、あ、どうですか、どういう気持ちになりますっていう、まあちょっとね、あのやっぱりさ、なんか浮気してんじゃねえかなとかさ、あのなんかそういうあれですよね、嫌な感じっていうか、あ、まあね、うん、あの自分の信じても、うん、信じてるみたいなことになりますよね。はいはいはい。で、愛っていうのはきっとね、あの、まあ、俺愛言うのも愛愛愛愛みたいな顔してさ、愛愛って知ってます？愛愛知ってます。お猿さんでしょ。指長い、指長いんですよ。あいつは多分うまいっすよ。あれ、愛愛ってさ、あのこうやってさ、うん、あの中指だけで真ん中の関節でかいやつ。で、あの木叩くんですよね。はい。で、木の中にこの虫がいるか、これわかります？今聞いてる人、あのこのマイクの音あるでしょ、うん、聞こえます？今音変わりましたね、うん、ここに虫がいるんですよ。 そうです。それをこうほじくって食べるんで、長いんですよ指が、うん、そう、真ん中だけね、うん、そうそうそう、だからなんか人間もここだけ使ってれば、倒しちゃう、倒しちゃう、ここにはいねえよ虫が、このテーブルにはいねえよ、このテーブルにいたら天然木、天然木っていうことでちょっと高級にこんな雑に扱って、でも、あの多分君っちょが知ってる愛とか、あのその、うん、恋とかっていうのが今100でしょ、うん、で、俺もタマさんも多分100なんだけど、チビ、うん、がいる分その100が高いとは思うんですよ。あ、その経験云々じゃなくて、なんか得るものが多分あると思うんですよ。それだけは本当わかんないと思う。わかんない、多分わかんないと思います。なんかさっきよりすげえ俺心臓上げてもいいって思いますよ。うーん心臓上げてもいい。心臓上げてもいいって言います。いるそういう人。なんか、お前何その眉毛、眉唾っていうことです。眉唾使い方間違ってますけどね、うん、はい、まあでもそうだよねっていう話、はい、もうなんか話のなんか、うん、マジ腰骨、そう君ちょっとなんかそういうのないですか、その家庭的ななんか目標みたいな、家庭的な目標、なんかこう新しい家族をあれしてみたいな、あれってですか、あれって結婚してみたいな、あ、ビジョンみたいな、うん、まあ、あれ、キッチン今いくつですか、28。ああ、じゃあいい人ですね、そうですね、まあ、ぼちぼちなのかな、
考えてますか。そこはよぎったり。フィーチャーあんまこの辺の話しないんだよね。そうだよね。え、どういう話？今したい。今したい。したい方がいいのこれ。結婚？うん。え、どの話？え、結婚の話？結婚の話？いや、いいっすよ。え、いや別にしてもいいっすよ。いや別にしないしない。それあ、それあんまりこういうとこでそういうの話してもない。いや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 、でもうちらの番組。まあ話させるよっていう話してもらいますから。でも君っちょのファンはちょっとなんかそういうの知りたいのかなって思ったの。でもそれを言うことによって、アイドルが AKB が恋愛禁止みたいなとこあるんじゃないですか。はいはい、ファンが逃げちゃうみたいで。ね、どうせもうバレてるけどねみんなね。あ、まあバレてるけどね。そこでもこれ言っちゃうとさっていう。なんかまあそこは自分からそういうことあんまり言いたくない。ああ、わかる気がします。自分から言ってです。聞いてるんです。でも聞かれても言うの俺やん。でもそれはあんまり言いたくない俺正直。なんかそういうこういう場所では。アーティストとしては、この例えばさ、そこはね、そのミュージシャンとして露出してる出てる間は、あんまりそういうことは言いたくない。そのバックボーンはちょっとあれで、俺の歌でっていうところはあるでしょ。そう。なるほど。じゃあ、いいでした。何それ。いや、だって謝るしかないっすよね。でも、いや、そうっすよね。でも、ちびっちょの歌はさ、やっぱまっすぐだよね。パワーが感じました、今日。なんか、素直な、あれだと思いますよ、なんか。そうですか。ありがとうございます。で、なんかやっぱ楽しんでるなっていうのが、やっぱ伝わって。そう、楽しそう。まあ、今日聞いてないんですけど。いなかった。いなかったっすよね、ちょうどね。いや、でも、本当になんかちびっちょはやっぱまっすぐなんだなって思うね。やっぱ音楽も大好きなんだろうし。そうですね。うん、素直になんか詩とかも変えてんのかなっていう感じがしますね。すごいですね、でもね、飲んでね。え、そう。パンの意味は食べんの？で、パンばっか食ってさ。何そのカオルちゃんどう？君ちゃんにそのギターやってもらったりさ、してるわけでしょ。まあ、今年で終わっちゃうらしいんだけど。コンビ解消。閉鎖です。閉鎖。なんでそのコンビ解消は？だからやらしいことあったとかですか？スカート何回もめくらうん？スカート何回もめくらああ、ステージ上でね。お前がスカート履いてからいけねえんだよ。すごい理論ですよね、それね。あの人跳ねてるのにさ、お前がそこにいるから悪いんだよみたいな。そう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 。え、ここ新幹線の中ですけどみたいな、ガタンゴタンみたいなね。そうでしょ。はい。まあスラム街裸で洗ってからやられてたら悪い。あれもあれはどっちが悪いんだい？いや、スラム街裸の方でしょ。あ、そうかな。だってさ、え？なに？あ、ごめん、忘れ。いや、なんだ。え、じゃあ私がスカート履いてる方が悪いって感じ。いや、そんなことないです。うん、そこに関してはステージの上はスカート、スラム街ではありません。怒ってます、多分、かおりちゃん。あれ怒ってるスカートめくんの、やだ。いや、別に。ほら。かおりちゃんはどこまでおっぱい揉んでもいいじゃん。それは怒る。それは怒る。パン食ってるしね、なんならね。パン食ってる。85円分はこう、つまませてって感じですけど。私、でも2枚あ、俺のパンはこれあ、違うミッチーが食ってんだ。5だ、5枚分俺乳首つままわしてもらうよ。ミッチーのパン5枚分はミッチーの。ミッチーの。そしたらさ、今日ニュース知ってます？あのメキシコだかアメリカの人が、あの嫁さんの乳首を義理のお母さんがつねって蒸しむしったんですって。なんで？あの喧嘩して乳首って取れるらしい。そう、取れるんです。取れるらしい。むしねじっただけで、だから3回ぐらいねねじったら取れるみたいですよ。コリコリコリってんで、だからまあ向こうだからインチですけどね。まあ向こうインチだけど、あのクリ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 ってやられたら金属疲労でね、そうそうそう、あ、だから波悦子、ああ、ポロって言ったんですよ。556ぐらいピピッと潤滑剤でクリクリクリって言ったらポロって取れて、いなくなって、その辺に落ちてて。どのぐらいですか？ 3 インチぐらいですか？そんなないか。3インチはでかいですか？都合 7.5 センチですからね、3インチは。3インチってどのぐらいですか？ 7.5 センチって言ってんじゃないですか。大丈夫です。こんなもんあれです。7インチですよね。かおりちゃんどのくらい？このくらい？まあいいや。唇、玉さんってあれでしょ。あ、だいたい唇の色見ると乳首の色とだいたいおっぱいの価値が分かるっていう。何色ですか私。あの、ちょっともうちょっと薄い色でもね、ピンクっぽい。今日はそうですけど、チークみたいな。何喜んでんだよ。かわいい。
可愛い。ちょっとさ、で今ちょっと確認したら可愛かったよね。そうそうそう。ね、そこがなんかね。そうあの君っちょやらしいから。あのなんだっけあのねアイドル寝起きを襲うやつ。ああドッキリみたいな。サシのマサシで。で、あの下着の色。そうそうそう。あつけてないみたいな。だからかおりちゃんも。だってカオリちゃんもいつやられるかわからないから寝起きドッキリ。そう。そうですよ。アイドルになったらね。わかんないから。やりますよカモさん狙ってますよあの寝起きドッキリやろうっていう話で。これ試しにやって。ちっちゃいマイクでね。ちっちゃいマイクでやるよ。そうそうそう。試しにやって。こんばんは。寝起きドッキリ。こんばんは。あれでもカオリちゃん寝るときってパジャマでしたっけ？パジャマ。ジャージ。何もつけてないんですよね。つけてない。はい。ノブラ？ノブラ。嘘。寝ぐりじゃ。ぐりじゃ。ちょっと混ぜて。寝ぐりじゃ。タモクさん気持ち悪いっすよもうさっき寝てた人とは思えないなんでこの人息吹き返そっとしとけばよかったんですよすげーショートスリッパーなんだってなんで 息吹き返してんですかしかも超息スリッパーだね間違いなく間違いないっすよちょっと寝ると元気になるいやすごい透明だったけどいやーで、ね、心拍数下がってますなんかその遠藤香織とその君島大輔のコンビがもう見られないっていうのもちょっと寂しい感じもしますけど ね、はい、どうなんですか紅白あれ31日はどうですあ2人でセッションあ来ないんだ俺はあのダメなんですかライブが別のライブが入ってるのであーそっかそっかダウンタウンっていうとこで俺ねキミエソライでしたっけを弾いてるキミッチョのギターは好きなんですよねなんかこうあそう嫌なんですって俺 俺あれ好き俺なんか納得してないんですよキミッチョっぽくない感じはしますジャガジャーンじゃないじゃん。あ、そうそう。そういう歌じゃないじゃん。でもなんかなんかのさ あれだ。東京でやってるやつ。インディアンさん。インディアン様。でやってるやつはカオリちゃんが注文つけてたっていうこれジャガジャーンみたいな曲じゃないからみたいなの言ってるやつありましたよね。あれ何の歌の時だっけな。あのねあれだね、かおりちゃんが MC やってる時にジャガジャーンってやってジャガジャーンみたいな、そういう雰囲気じゃないかなみたいな怒られてて怒られてたっていうあのを見たんですよ、YouTube 大体見てますから、全部あ、そうっすかあ、いいあ、いいっす俺はなんか、新しい君っちを見た感じであ、そうなんか、すごく丁寧に弾いてんのでも、それはこれはでも、かおりちゃんに関しては、うん、そのかおりちゃんの歌い方もあるからそこはすっげえ気使ってる、俺はだから、もう俺は全部そのギターのそのメーカーからそのギターの音の作りまで自分専用に作ってるけどカオリちゃんの時はこれで本当にいいのかっていうすっごい俺気使うよ、ね、弦を変えたりするんですか弦とか本当はその時にはきっと俺のギター使った方がいいかもしれない、ね、そうそうそう、ね、とか柔らかいもっと柔らかい音のギターの方が本当はいいんじゃないかとか俺はね多分そこまでわからないわからないと思うけどわからないけれど もだ映像とか音で伝わってくるものは、うん、すごく君っちょが丁寧に弾いててなんか今までねえなと思ったのそういう君っちょのあ、うん、どっちかっていうとギターより声で君っちょっていうのが君っちょだから、うん、なんかこうすごく丁寧に弾いてていいなと思ったのひょっとしてさたまにさ、キミッチョとか聞いてるさ、ポコポコ、ポコポコって言うんですよ。俺が弾いてると変わんねえの音ですよ。ポコポコって、あれやわざとやってるね、そしたらね。ポコポコって何ポコポコって。下手くそが F 押さえた時に、ポコポコってなるじゃないですか。あポコポコって、あれ、さ、ここでミュートしてんのね、あれね。そうね、俺、キミッチョなんで俺と変わんねえじゃん。ポコ、たまにポコポコってやるからさ、ジャージャーがポコ、ジャージャーがポコみたいなさ。でも、ちゃんとテンポ取れて、鳴る時と鳴んねえ時があるからさ、なんで、何キミッチョポコポコってやる。そしたらみんな今日ポコポコやんの。下手くそじゃんと思ったよ。みんな、今日何で俺も来年出るんじゃん、みたいな。そうそう、だからたまにポコ挟んでくんの、うん、なんか俺もポコ挟みてみたいなでも俺ポコばっかしだみたいな俺の F は常にポコチーンポコって感じはいでいや違うんですよ目が悪い本当にここでみんなねそうそうここで違うんですよ動きが違う君っちもねじゃあじゃかじゃかじゃじゃかじゃポコっていうそうそういやでもポコが結果俺は俺の F も毎回ポコですから俺はC D E E なんか超いい音まず俺 E っていい音が出るから E って言ってんじゃねえかなっていうぐらい E がいい音出るんですよでも A マイナーも結構いい音が出るっていう結構ずらしてるだけだからでもそれが F に移るとゆずね夏色ね
ね、あの C、C じゃんじゃが C から F、じゃんじゃんがポコポンポーンで A マイ、A マイナー、バーン、じゃんじゃんで G が一番下は6弦。一番下、細いやつ、一弦も音が出ない開放っていう。じゃんじゃんがだから俺が夏に行くとじゃんじゃんがポコポッポじゃんじゃんじゃんベラーみたいな。あのギターをそれほど知らない俺は一つも面白くないっていう。いや私も知らないです。いやでも、ね、ポコポコポコしか面白くないっていう。結果じゃあそのポコちょっと聞かせて。ちょっとじゃあギターもギターして。じゃあじゃあじゃあミッチギター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 でさギター、あのそれ取っていいからさ、そのあそうだね、とりあえずそれちょうだい。みっちみっちみっちの呼んだら行きましょうよ。ピックどうなんかな。あ、大丈夫だ、生音でピックピック多分それ拾える。じゃあ君ついてポコってやって、なんでもいいなんでもいい、ポコってポコってやんすよ。違うね、はい、ポコって。じゃあもっとポコポコもっとポコしてた今日は。もっとねポコポコ本当にポコって。あのねこう立て替えて少しこう親指を前に出した状態で頑張って F とか押さえてみて。親指を前に出してその押さえられない、違う親指を押さえちゃダメ、これでやんだけど親指を前に出した状態。そうそう、それこれがたまちゃんのポコ。あそこいやそこじゃなくてそこだから、その話ですから今。あなるほどね。だからこういうこと。みんなもちゃん、みんなミュージシャンミュージシャン言ったってたまにポコやんじゃんみたいなさ、5回に1回ポコさんみたいな。いやでもかおりちゃんの時はさ、あのポコッチポコしてます。ありがとうの時だからさ、もうずっとこう、うん、そうそう、そしたらみんな結果ここでミュートをしてたっていう話。そういうこと ねだから俺もなんかさ、そのポコ聞いたら来年俺も出れんのかなっていう。なんか俺は全部ポコですけどね。出てみたらいいんじゃないですか、ミュートしてる。タマちゃんに一回 F 弾いてもらえばいい。うん、弾いてほしい。違う、本当に弾くと出ちゃうんですよ俺。結構2年ぐらいやってますから本当に弾くと出ちゃうけど、今話面白いなって思ってポコの話してるから別に F が出るっていう。でもポコでしょ。どちらかといえばなんかポコでしょ。ポコだっていう。ポコよりポコよりでしょ。ポコよりポコ。はいはいはい。あ、もう俺なんかギターさ薪になるかな、僕のギター。クリスマスに暖炉で燃やそうかなっていう。まあ乾燥してから。ねえねえねえ。でも鉄とは分けた方がいいよね。そうね。あのバキンって跳ねるからね。はい。はい、ですね、はい。という話でした。ここね。はい。君ちゃん一曲なんか、そうですね、曲で次最後ゲスト控えて、大鳥が控えてるんで、俺なんか何も喋ってらんねえ、なんか話しかしてますけど。どんまい。いや、じゃあミッチと最後、じゃあスペシャルサンクスで。スペシャルサンクス。どうする、何でも生でやろうか、じゃあ。どうで歌いますか、じゃあ。いや、マイクだけ残すか。ですか、じゃあ。いいですね、一曲。それで一曲、じゃあ。何、カオちゃん何がいい。そのバックで全部拾ってるから音調整こっちにします。いつも私に選ばせるけど絶対嫌だって。とりあえず言ってみて。 B はね、いつ、うん、ナースシアバレイか、うん、デディか、うん、アニメ。じゃあ大丈夫ですか、今歌っちゃってこれ。ね、この番組でようやく初ミュージシャン歌うんじゃない、これ分かんないけど、はい、だ歌って大丈夫ですか。あ、どうぞ。じゃあせっかくなのでステディっていう歌を。あ、ステディだ。はい、あの大切な人っていうよ、勉強じゃないからね。忘れたくなること。
ボンボン忘れたくなることばかり繰り返してる君の前じゃいつもそう伝えたい言葉はずっと頭の中巡る溢れ出すのは一人きりの部屋タイミング今日も逃してしまうねえスタディ聞いてくれないか悲しみに溺れた時真っ先に浮かぶ笑顔がということねえスタディ時に情けないところ見せてしまうのはかけがえのない君だから僕の全てを知ってほしいて何気ないメールの後の切なさに負けて夜中過ぎまで付き合わせちゃったり泣き虫毛虫はもうやめよそんなこと言われても全部ねえスタディあるがままでいるとすぐ甘えてしまうから2、3日我慢しては一度も目を背けてでもスタディ時に強がりはただの飾りでしかなく自分では壊せないからどうかその手で抱きしめてくれなるけど
したらと感づいたら僕のすべてを受け止めてくれ。お決まりですからね、ええ、やっぱり君島君の曲はまっすぐで、多分いつ歌っても一生懸命なんだろうなっていうのがなんか真面目っぽいコメントでごめんなさい。締めなんかうまく締めますね。プロですから。まあそこはねプロですから、はい、締め付けだけはうまいんで、はい、はい、質問していいですか。はい、なんでさっきからこうやらしい目ですごい見たら。やらしくないです。超やらしかったんですよ。誰よ、かおりちゃんのこと。2人してんの可愛いから見ちゃうんですよ。気持ち悪いとか言って言われちゃうんですね。じゃあ、なんかタマさんが好きっていうとさ、なんか負けたくないなっていうのがあるでしょ。そう、俺も好き、俺も頑張んなきゃ、俺のが好きだしみたいなところ。おかしいんですこの人。俺があの子可愛いとか俺のが好きだしみたいな。可愛いとか好きとか言うとすげえガゼン燃えてくる。なんかやらしいですよこいつ。いや、こいつじゃあ、いいほら、また君っちも燃えちゃうから。燃えちゃう、3人だこれ。モテてますね、かおりちゃん。カモさんも。じゃあ俺も。じゃあミッチ、あ、ミッチ逃げたの。トイレ行ってんだもん。ちょっと車に取りに行ってくるものがあります。あ、大丈夫、行ってらっしゃい。ピックアップついてない方がノリがいいでしょう。あ、あの、ミッチも、あの、もう次、ミッチあと。じゃあ、気にしな。いいよ、いいよ、ミッチあと10分もないからね。いいよ。じゃあ、じゃあここで、この辺で。あんまり終わる時間決まってないからいい。あ、いいですか。適当に。はい、続きましてはこちら。そう。ミッチ、君島大輔さんでした。どうぞ。ありがとうございました。君っちゃんにはさ、いろいろね、こう喋ってもらえること、一発引いてもらった方が伝わるっていう結果ね。そうですね。チーがね、カメラの位置ずらしやがった。ミッチーだよ。あ、ミッチー、はい。全然喋んなかったな。いやでもあのうちの番組として初の生歌なんで。そう。あ、そうすか。もう起きてじゃない、あのあれを破った感じです。起きてポルシェを破った。起きてポルシェを破った感じ。起きてポルシェですか。はい。俺？じゃあ君ちゃん交代で。あ、さっきからそういう話したのこれ。ごめん。ありがとうございます。あのこのカメラのこの鍵盤。そうこれ C をラ引きたい。え？じゃあラってそのあれだよ。こっちのラだよ。そっちのラ。ちょうどいいじゃんこれ。そっちのラ。わかんないけど。でも私的には死の方がいい。死はどこ？死どれ？死なの。そこがいいんだ。カオリちゃんは死なの。それ死？カオリちゃんそれ俺覚えとくわ。え？だって死？え？右はラ。あ、左は右は死。左はラ。あ、そうだね。死どうだろうね。でもあの死じゃん。右は死でしょ。死とあの。まあいいっす、大丈夫っす。はい、君っちょさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、今歌詞思い出した、ごめん。あ、です、もう今歌詞思い出した。最後あれ。おーっと、これ一位はさっきからカメラを壊しております。あ、映像が落ちました。映像が落ちました。やっぱり違ってるよね。大丈夫かな。それは今、これ映ってました。おー、Tさんがミッチーこっち座っちゃって。ミッチーこっち座っちゃって。最後今日のゲスト最後大鳥ですからね。大鳥。はい。いらっしゃい。え？嘘。もうミッチーひどすぎる。何かとでトラブルメーカーか。歯折れた。
折れた。嘘。鼻にぶつかった。鼻にぶつかった。はい、続きましてはミッチです。はい、いらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。フィッチライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。どうしたライブ？あ、これ楽しかったです。どの辺が？全体的に。全体的に。新しい場所で初の試みだったんですけど、どうですか、これからその来年もまた夏かな、次は夏なんでまた参加してとか、どうですか、もうちょっとお客さんいてくれると助かったかなとかって思うんですけど、ちょっと始まる時間早かったんでなかなかね、あと場所が初めてだったんでなかなかお客さんが少なかったかなーって、やりづらかったかなーなんて思ってるんですけど、お客さんが1人でも100人でも歌う気持ちっていうのは変わんないっす。あ、ですか。でもテンション上がんないですか、100人いた方が。まあ上がるっちゃ上がるかもしれないけど、でも自分はいつも全力投球っていう気持ちでやってるんで、はいはい、関係ないです。関係ないですか、はい、全力投球、全力投球、可愛い子でも直球、可愛くなくても全力投球です。でもさ、そのテンションは違うでしょ。なんか飲み会とかやってさ、それだけ可愛くない軍団の時は可愛い人がいた方がテンションまさか上がるよねっていう。まあそれ上がりますね。ですよね。うん、はい。じゃあ全力、はい、ですよね、ちょもさん、はい。はい。じゃあ、あれ、ミッチー、尾崎豊が好きだっけ？大好きです。息子さんが今出てるでしょ？ああ、出てますね。あれ、チュンや、トシや。尾崎、ヒロヤ。あ、ヒロヤか。全然違うじゃないですか。なんかなんとかやだなと思って。あれってどう思います？ああ、なんとも言えないですね、まだ。ああ、俺的な考え言わせてもらっていい？俺、ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。あんま感激なこと言わないですね。あの、いやいや、神ですからね、相手は。やめよっか。あのイスラム教のとこにいて、神って何かね。アッラーをなんかグッグッ、神って何かね、侮辱するみたいなことは言わないからね。いや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 、神って何かね。ムハンマドの悪口は言っちゃダメですよ。神って何かね。はい、どうぞ。そんなもん壊したらね、番組なんかやってらんねんだよ。すみません、どうぞ。いや、でも、だから尾崎はやめよう。いや、でも大丈夫です。言いたいこと言って、僕、チョモ君の意見もそう思いました。俺はあんまり、どっちでも、なんですよ。なんか全然スタンス違くないですか。いや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 。言ったのと。結果さ、ごめんね、あれじゃん。今、いてって言った方がよかったですよ。いや、当たったっすよ。当たったっすよ。薬やって死んじゃったでしょ。いや、あれは排水腫です。あれ、排水腫は薬をやった上での排水腫なんです、あれは。あ、薬からの影響です。そうです、うん、あれは間違いないです。なんでしょ、うん、ドラッグシャベス、うん、ぐんぐんやっちゃってましたね、うん、裸でちょっと、相当人んちの軒先だからに倒れてたんですよ、庭にね。そう、多分相当量だと思いますよ。もう排水腫を着てぐらいの、出てぐらいなね、うん、なんで、なんかそれで一応カリスマっていうのもちょっと俺の中ではわからないし、作品が素晴らしいからつってそれだけなのかなっていうのもあるし、ましてやそれで子供が出てきて歌うっていうのも、なんて言ったらいいのかな。例えばだよ、うちの親父が中国に行って、そのねえ、あの向こうの若い子買って中国で捕まって処刑されて、で俺はなんか次選挙に出ますって言ってるようなもんで、なんかそこはあえてさ、なんて言ったらいいのかな、なんかつましやかに生きろってことですか、うん、と思っちゃうんだよね。尾崎の息子だって出てこないでってことですよね。そう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 。でましてや歌を歌っちゃうってなると、しかも親父の歌歌ってますからね、まあ、そうなんですよ。自分の歌で歌うんだったらまあそれは構わないと思うんですよ、うん、なんかちょっと違うかなって思っちゃって、出だしがそれでしょ、なんか力借りてんだけど、そのカリスマの部分だけで力借りちゃってて、その覚醒剤って最悪ですよね、人として。まあでもミュージシャン多くないですか。まあミュージシャンっていうか、全部芸術家含めてです、うん、でもさ、それに関して言わせてもらえば、その芸術が素晴らしければ OK みたいになってるわけでしょ今ね。そうですよ、風潮。そこら辺で覚醒剤やって包丁を振り回してたら、そいつらは最悪ですよね。最悪の扱いがされないですよ ね、 ですね。でも音楽をやってるからとか芸術をやってるからって、結果作品を残してるからってことですね。そうで、うん、持ち上げられちゃうでしょ、うん、そこもなんか違うなって思ったの、うん、なんだろう、あの差はって思っちゃってて、要は作品を評価してもらえるか、
包丁振り回したことは誰も評価しないわけじゃないですか、うん、でアーティストの場合はその作品、まあ、例えばじゃあまあシャグをやってるとかやってないとかを抜きにした作品としてその絶対的なものみたいなので撮られてるっていうことなんじゃないかなっていう。作品イコール人がくっつかないわけでしょ。作品は作品にはいいって。そう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 。でもやってるのは人なんであってさ、うん、その人間性がダメだったらもう全てダメなんじゃねえかなと思うわけよ。まあ田代正史が今どんなに面白いこと言ったって何回耳にタコがって言って耳にタコって何回言ったってダメだって。まあそれは分かりますけどね、うん、なんかだからその結果その人がダメなのに歌もいいってなっちゃうとちょっと違うのかなって思っちゃって。でも多いですよね。牧原紀之しかり、長渕剛しかり、あとは覚醒剤誰ですかミュージシャン。もうみんなやってますよ。七たるものはほぼやってますよ。ね、あの青いウサギの人だってね。青いウサギもやってましたね。ね、やってましたしね。え？ブルーハーツ。あ、ブルーハーツですか。うん。まあなんかねその辺ちょっと嫌だなっていうのがあって、なそこまでカリスマ的なことでもないんじゃないのかなって思っちゃうんですよね。うん、どうですかかおりちゃん。つまんないですよね。何がこの番組ですか。すいませんすいません、俺の話やったんだって。もうやめようね。すいません、もうやめようね。もうやめようよね。かおりちゃん何が好きなの。あ、そうだ、付き合ったの結果。付き合いました。あ、付き合ったの、うん、どうでした。あれは付き合ったのか。あ、付き合ったんですよ、ほんとに。あ、やってんだ。いや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 、何それ、心の鍵開けちゃうのミッチーなんか、その鍵で。これ切れたんですよ、これ。朝一。キムチ鍋食べたんでしょ、キムチ鍋。そう、キムチ鍋食べた。あ、一緒にキムチ鍋で、こっちなんだったっけ。違う鍋だったよね。何の話してんの。いやいや、デート行ったってことですか、じゃあ。いや、二人じゃなかったですよ。なんか、私昨日、ボイトレで。はい。はい。どこにいいですか。シャキシャキ喋れよ。そう、俺が説明しよう。金曜日は、はいはい、毎週金曜日は、かおりちゃんは、ボイトレの日なんですよ。はいはいはい、はい。笑いヨガじゃなくて。そう。で、その後、大体、打ち上げみたいに、ココス行くんですよね。ね、あー、じゃあ、昨日ココス行ってたの。だって今日の話だとさ、ミッチーとキミッチョだけで行ったみたいな俺は今日感じを受けたんです。今日話してたんですよ。あ、ね、うん、あ、かおりちゃんもいたんだ、うん、ジェラシー誘ってくれてもさ、誘ってさ、誘ってくれたらいいのに。そうそうそう。この間すれ違ったのにシェレンバームの前でさ、どこ、いつですか。笑いヨガの午前中。そうそう、11時ぐらい。あ、そう、俺も、ね、あの日、そう、あ、ヨガ行ってチェックして10時半ぐらいかな。もう悪いけど車に GPS ついてるよ。あの、なんなら携帯開くとこうピガン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 って出るもん、うん、あの、イージーなんとかウォークでね、かおりちゃんいる、ここにここにいるっつって。ゲストミッチーです。はい、そうですね、ミッチー。ミッチーどうですね、このまあ4週前かから出さして、あの、出てもらってブログ等々のあれどうです、なんか増えたりとかブログの方も頑張ってるみたいなんですけど。ブログは最近ちょっと適当になってきちゃった。何やってんの。なんかこうブログって難しいよね。難しい。どこまで書いていいか分かんないし、そうだし、毎日毎日感謝じゃつまんないし、そうです、ね、楽しいことも書かなきゃなんないしみたいな、うん、女にモテてしみたいなのもあるでしょ。いや、それはない。なんだろう、モテたくないのミッチーは。ミッチーはしっかり書こうと思いすぎなんじゃない。あ、それはある。文面がそう、真面目なんだよ。そう、ちゃんと起承転結作ってね、みたいな。俺と一緒だよね。そうだね。そうなんですか。そうです、そうです、そうです。もう無言っていう。ただ眠いだけとかね、そんなのしか書いてないんだけどね。もうね、最近はあの、そんなカモンですみたいなのが流行ってるらしい。いや、ちょっとね、この間なんか面白いこと書いてたんで、なんだっけな、なんだろう、ちょっと面白かったんでな。ブログってやっぱ難しいよね、でもね。難しいですね。頭に俺なんか書くんで、最近ね。そう、ちょっと、ちょっとププっていう、ププっていうのがあるんです。小笑いみたいなね。あの、AKB とアイドリングには同じ人がいいんじゃないかっていう。あ、それだ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 。見てて思ったの？同じ人いねえと思って。え、あれいない？いるよね？え、いないの？AKB、まあ、とアイドリング、アイドリング。ミッチーは真面目だね。うん、そう、真面目ですよ。うん、根が真面目。根が真面目だね。うん。なんか、もっと崩した方がいいんじゃない？せっかくだからさ、うん、世
回にライオンの顔をやってあげたらいい。ああ、そうだ。ああ、じゃあライオンの顔やろうよ。ここでなんかぶっちゃければね。ここでやるの。壊してったじゃん、うん、ライオンの顔が一番いいよ。壊れる。ちょっとやばい。今なんかテレビの前で見てる人すごい期待してると思うけど。おう、そうだね。大丈夫、大丈夫、見ないよ。まあやってみて、うん、選ぶのか。はい、じゃあ5、4、3、アップになった。あ、いいね。お、すげえ。え、これ何、そんなコントロールもできんのこれ。はい、できます。すげえ。すごいね。はい、いきます。ライオンの顔、はい、ポンデリングの顔いきます。はい、ミッチいきます。5、4、3、2、1、ライオンの顔どうぞ。放送事故が起きましたね、今。劇団四季みてえにやんのかと思ったんですよ、俺。ふんどぼろーれーふんごーご、ふんごーごみたいな、俺、私の名はシンバみたいな始まるのかと思ったんですよ、今。心配ないさー。そう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 、やったんすよ、思ったんすよ。大西リオン。リオン。リオンね。かと思ったら、なんか、本当にライオンのポンデライオンだったっていう結果ね。ありがとう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、で、なんか面白い質感する。いや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 、はい、いや、うん、ミッチーをちょっとで、はい、ミッチーの新しい面をちょっと引き出そうと思ってですね、いろいろ調べてたんですけど、なんだろうね、なんかフィルターに隠れてるよね、ミッチーって。なんかね、この間も言ってますよね、言ってる。なんだろうね、カッコつけが入ってんのかな。そういうわけじゃないの。カッコつけじゃない、遠慮してるところは。ギターを弾く姿を見ると、あ、その人の性生活が分かるってさっき言ったじゃないですか、うん、ミッチーの見てはもう分かんなかったんですよ、俺。あ、なぜか、まだだからっていう結果も、あ、だから、俺はほんとほんと、これね、絶対でっていうか、まあ、絶対じゃないんですけど、うん、あそこでさ、アホズラっこいて、なんか真ん中でさっき暴れるだけ暴ってもう撃沈してるっていう最悪だよね。最悪だよ、それね。これもう暴れまくってもう寝てるっていう。ミッチー好きな人はいないの？好きな人？あ、おお。じゃあそのなんかその人をどうにかするために頑張ってることとかってあります？ただ好きだっていう気持ちを自分に込めてるだけですか？アクションしたりしますか？奥手だから意外と奥手っていうか、ただ好きだっていう気持ちに満足しちゃっていかないっていう。で、勝手に歌作ってそうそうそう、その人の歌を作って、うん、自分はこんなに思ってるぞみたいなのを自分の中でこうね、自己浄化ってカタルシスというか、まあそういうまだアクションも何もしてないっていうのはやっぱりあるかもしれないですね、うん、はい、ね、ガンガン言った方がいいと思いますよ。もう歌にして届けちゃうってどうですか。もう CD、 なんなら CD 作っちゃってね、え、間違えて DVD に焼いちゃってね、聞いたらピーヒョロロープルーブブブーみたいな。なんでファックスになってんの。いや今さ、ビーポンっつうすか、ピーヒョロローみたいな、ね、DVD をさ CD で再生するとさ、すごいのなるじゃないですか。ミッチー、告ったことある？あ、いや、マジで。そこですよ、何してきたの今まで。何してきた、息してきた。あ、ほら、そうですよ。その辺がもうなんか、いや、本当に。え、いや、学生の頃とかもこう、ああ好きだと思ってこうなんかしたとかないの？想像、うん、いいですよ。あんまりなんかこうビビッとくる人がいなかった。そんなに好きになったことはないっていう。高校もう男子校だったんですよ。じゃ、男の人でもいいんですよ。その対象は別に女の人だっていう。かっこいいなっていうような人はいて。うん。あ、え、じゃあミッチ、ひょっとしてさ、目覚めてないだけ分かってないでこれなとかっていう可能性はないですか？いや、なんでやったことないんでしょ、だって。え、やったことないでしょ。分かんないじゃないですか、まだ。うん、じゃあ分かんないじゃん、じゃあそれは。あ、だって経験してないことはやっぱ分かんないわけだからさ。あ、でも男にはあんま興味ないかなみたいな。でも女にも興味ないんでしょ。いや、なくはない、ね、あんまり好きになった人がいないみたいな。最近興味出てきました。ああ、じゃあ女が先だったってことだけです。これからお前あくまでそっちです。いや、でもいや、そっちですよ、間違いなく。どっちだよ。でもさ、僕もさ、あ、ちょっとあるかもわかんないですけど、男の経験ってないじゃないですか。はいはいはい、ないじゃないですか。わかんないですよね。やってみたらものすげえ、いや、確かに女の人もいいけど、
なんかやってみたらもっといいっていう。そうだから経験したことないことは言えないわけだから。そうですよね、うん、だから一回やってみてもっていう。まあチョー君は俺タイプじゃないからこっちがだよこっちがタイプじゃねえよ。なんだタイプじゃないか、雑な感じがしてまあ突っ飛ばしますけどねだろ、はい、雑な感じがやだよ。はい、えタイプじゃないです、タイプじゃないです全然叩くなよ、切れんなよ、ほらちょっと怒ってます。本当に今の、ね、怒った人と大体今の感じです。大体わかります僕。大体ねミッチーその好きな人はさ、うん、あれなの？その仕事職場の人とかなんかそんなんじゃない？ではない。お客さん。でもない。お客さんって何ですか？いや歌で。ミッチーにあそっちのお客さんね。ミッチーのお客さんって言ったらさ要はコンビニエンスストアだったらお客さんって来る人がお金をくれる人今日は収入源がお客さんですよね。え？いやでもない。ダメなこと言ってる俺。ダメだと思う。ダメだと思いますか。ですよね、やめましょう。はい、いやでもあそれどういう人ですか。聞いても問題なかったら。ドキドキするのなんか。あ聞いてもダメなことは言わなくて大丈夫です。あそれはやめてって言えばやめています。んー。ちょっとここではいい。言えないですか。いや名前までは聞かないですよ。ブルース。ブルース。じゃあ年齢は何歳ぐらいですか。年齢はまあ。それもちょっと言えない。あ、バレます？それはなんか言うとなんか103歳とか日本に5人ぐらいしかいないとか。103歳なんですよ。じゃあなんか今読谷村の米さんとみたいなね。なんで島読谷村まで行ったのに米さんって普通っぽい名前。甘い、ね、甘い。もうちょっとさ島袋さんとかさね。渡嘉敷さんとか言ってくれる。そうそうそう。言おうと思ったんだけどそこが今出てこなかったっていう。俺もなんか爪が甘いなっていうね。はい。サトウキビがあるから甘いね。ザワワうまいね。ザワワザワワっていう。あでも好きな人はいるんですよね。好きな人はいます。えじゃあ知ってんのこの辺俺ら。そうそう界隈に関係あります。ナスウェブ関係は何ですか。なんかだんだん幅が狭められそう。いや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 でも大変わかんあ迷ったいた俺カモさん。カモさんカモさんねえな、うん、目キラキラしてるもうなんか起きちゃってるもんさっき寝てたのにさもう本当に目が冬眠状態もう起こさら寝あのさ寝かすときゃ言わせたよ。結果二郎さんの曲かかってねえしみたいな。そう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 。違う被害者は二郎さんね。今日結局聞きたいことがあってたまちゃん俺のギターを見て、はい、俺のエッチはどうなの。やらしい。今日やってない。じゃあ今日やってないけど、すげえしつこく舐めそうな感じ。そうなんだ。いやらしいよね。カモさんのギターは。この辺荒れるまで舐めそうな感じはします。いやでもね本当カケモンってなんか。でも、あと声が甘くなりそう。甘くなる。甘くなる感じ。甘くなる。うんうん。舐めるんですか？お舐めるの大好き。舐めますよ。絶対舐めますよ。どこでも舐めますよ。もう脇の下から背中から。カルチャーどこが舐められたい？俺のギター首、首、首好きですか？わかるわかる。俺ちょっとベロザラザラしてますけど、先っちょ2枚に分かれてますけどいいですか？だから俺結果右も左も同時に攻めれますよ。ないでしょ？右も左も同時に攻められるって 3P 以外はないですよね。これヘビっぽいってさっきチョモくんに言われたから。もうエロが雑狂。もうそのまんま。ひどい。面白くない。僕もそう思う。そういうなんかさ、あれだね、加藤のしゅうちゃんがぶち壊したんだよ、あれもう。そうそう、そうなんだ。俺の今日のペースを乱したのは、あそこのバカズラこいて。バカズラこいて。あれ、口にさ、ちょっとミッチ、口にさっきのパン詰めてこいよ、パン。多分そしたら、みたいな感じで。これでいいんじゃないですか、これで。これダメだよ、さきちょもくんが。もう乾いてるし。もう。食べちゃった。吐き出すしかない、これ。食べちゃった。むできない、できない。食べちゃったの。みち、食べちゃったのね。かおりちゃん好きだろ。くれたもの。おいしい。みち、かおりちゃんってタイプ？まあ割と好きですね。おーあ、じゃあいいじゃないですか。そういうこと言われるとこっちもだんだん俺のが好きだって。燃えてきちゃうよ。燃えてきちゃうよ。いやいや、俺も。もう来週からプレゼント毎ねずっと持ってくよ。毎週。経済力に物を言わせてね。プレゼントくれる人好き。いや、俺意外とこのチークがこう赤い子が好きっていう。俺フリーラインですけど。あ、あげるもんね。あげるもんね。イエーイ、クリスマス。何が欲しいですか、クリスマスプレゼント。フリーラインですけど。
ね、カム君の勝ち、一人勝ちじゃないですか。じゃあ俺クリーラインスケート6リーンにして、カオリちゃんになんかプレゼントしようと思ったら何あげる？結果フリーに動かねえっていうね。固定ラインだっていう。予算がつくものだったら何でも買います。いや、じゃあ自分で考えて。私欲しいのあった。はい。SD カード。あ？それ俺あげますよ。何ギガですか？20ギガぐらいですか？そう。無。ビデオ。はい。でも4ギガ分俺との思い出作ってもらいますよ。いいですよ。じゃあちょんのまで。ちょんのま分かってないでしょ？ああ行きました、見切りました。ブルースさんから教えてもらって。ブルースさん、あれ、あ、ブルースさん振り返っちゃダメだよ。チョンノマなんて説明したんですか？チョンノマは、はい、赤線、赤線地帯のあの歴史からですか？大阪の赤線のお話は、はい、そういう行為をするところだと、はい、カオリちゃん、俺どういう人か分かって言ってます？俺のことどういう人か分かって、じゃあちょんのまでって言ってか分かってます？でも一回やってみましょう、ここで俺ね、ビデオカメラこうやって持って、こうやるタイプですよ。こうやるタイプですよ、俺ビデオカメラで。分かります？今言ってる。ひどいな、これほんと雑今日。あのね、全部壊したら分かる。あ、もう出やすマジで。あのね、ミッチーが困ってる。そうですよね。ミッチーだから、なんかカオリちゃんにもしあげるとしたら何あげます？好きな子じゃないくて、まあなんかプレゼント。俺、何でしょう。じゃあクリスマスにしよう。クリスマスにカオリちゃんにあげるとしたら何あげます？まあ、カオリちゃんの好きなものだったら、買えるものだったら、それが多分ダメなのかもしれない。だと思う。ダメだね。自分勝手なんだよ。そう。恋愛は自分勝手でいいんだよ。そう。自分がこれがいいと思って。俺好きなんだから。相手が喜ぶ。おめえも好きだろみたいな。だってあなたが好き、じゃそれはじゃあ合わせちゃってる。あなたにの好きな男になりますって言ってるもんですよ。うん、結果。俺はそう思います。好きなものあげますっていうのは、うん、自分が要はそのあげたものによって傷つきたくないっていう。あ、それは、ね、まあ、自分勝手って言わないですけどね、そういう感じに僕は受けます。俺なんかね、はい、プレゼントみんなフリーラインスケートだからね、ここ。そうですよ。そうですよ。無理やりやから。そうですよ。で結果筆下ろしされてるっていうね。そうだそうだ。結果彼に筆下ろされた、されてしまったっていうね。ね、いやでもチョコさんじゃあカオリちゃんに流れから言って、今日の流れから言ってですよ。今日の流れから言ったらもうあげるもんは決まってんだけどさ。、はい、今ずっと考えてたんだよ。はいはいはい。でもあえて音楽関係じゃないカオリちゃんのあげた方が、うん、なんかいいのかなって思って。何ですか？なんだろうね。考えててくださいよ、あげるもの。じゃあ私の考えをもらう方です。あ、そうです、もらってるです。そうね、服はやっぱり趣味が出ちゃうんで、うん、やっぱ難しいですね。でまだ知らないんで、あんまり服のあれもないでしょ。下着とかも、ね、で S 買っててなんかきついみたいに言われてもちょっとあれでしょ。あ、着れないですね。はい、あとはねブラジャーのサイズもありますよね。ブラジャーは大体分かってるんで大丈夫なんですけど、いくつ、あとはなんだろうな。まあいいっす。もう言わなくていいですよ、これね。決め事にしといた方がいい。そう、いいものもあるんでね。分かってない。マスク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 。音楽関係に近い。いや、セブンイレブンでマスクしてんなと思って。ああ。マスクあげようか。え、なんで知ってんですか。そうや、プロだって。プロだって。プロだってじゃん。6億くらいしてますからね、あの前。あそこの店の前。見てない日ないみのだって。だって言っときますよ。出ますよ、本当に携帯に。ピゴーンピゴーンピゴーン。電話番号は知らないけど、車の下にこうピッカンピカ光ってますよ。かおりちゃんの見たことないとこまで見てるよ。見てますよ、多分。自分の知らない、だってだミッチーだってのゲストが。あ、すいません。じゃあチョモくん結果何でしたっけ。じゃあ俺結果なんだろうな今年のクリスマスってこと。あ、はい、じゃあ今年のクリスマスか。チーズケーキ手作りだ。チーズケーキで、チーズケーキ嬉しいですね。チーズケーキがいくら、いくら、
チーズケーキ。ああ、チーズケーキ。うん、チーズケーキ。あれうまいんだよね。ね。チョモさんの作るチーズ、ね。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。クリームチーズね。タマさん、タマさんは？フレシピカード。4GB。ミッチーは何あげる？何がいる？何あげる？何あげる？ハオリちゃんにあげるとしたら。フリーラインスケート。はい。ミッチー、ほら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 、自分がねえんだよミッチー。そこだ、そこはフィルターにかかってる感じ。でもミッチーあげたいものを考える。そう、ミッチーがあげたい。これいいな。押し付けでもいいんですよ。3つあげ、3つ私の頭の中であげとくから、それ当たったら、うん、なんかキスしてくれるって。あ、そう。あ、そう。あ、ごめん、浮かびました。これガチンコですよ。はい、はい、浮かびました。1個目、1個目、見て。あ、1個目じゃない、1個か。うん、1個、1つ。なんかリラックマがすごい好きなんで、はい、そのグッズ。やべえ、アタッチだと思ってます、その目が。リラックマの何ですか？リラックマの、なんか、もの。なんだろう、そこまでは考えてないけど。目覚まし時計。あ、ごめん、なんか落ちた。あれ、あ、そう、大変そうだね、最近入って、睡眠があんまり取れてないみたいな。入ってる？はい、あ、入ってる。リラックマの目覚まし時計とか買ってある。ジャスミンティー取れてねえんじゃ、なんか起こしちゃうみたいなね。逆にね、クマの枕とかがいいんじゃないかっていう話もありますけど。まあでもカルちゃんどうですか、じゃあ正解は一つは、はい、うん、当たってます。リラックマのもうキスじゃねえすか。リラックマじゃないですか。あのグッズ、グッズね。あ、はいはいはい、リラックマのグッズだったら何でもいい、はい、当たり。二つ目は、二つ目は iPod。 あー、何見てんだよ。やっちゃえばいいんですか。電話番号そのまんま。だから俺としたらかおりちゃんとずっと喋れるでしょ。まあまあ金は俺が払わなきゃね。でしょ、ちょもさんとかければね、出てる。それ iPhone だから。 iPod、 iPod、 あー、音楽やる。 iPod 入ってんだよ。でも入ってるよね、入ってんだよ。壊れちゃった、うん、あ、あと、あ、いいこと聞いた、はい、あと、あれなんだっけ、 iPod とイラックマネと、うん、愛だな。あ、愛は欲しいですけど。 iPod 届くよ、本当に。道1万、1万、これで5000、1万で2万円で買えるね。すげえ、あの画像出るやつね、うん、まあ考えてるかもしれない、うん、まあでも当たったから結果。でもミッチーやっぱそうだよ、あのちょっと自分勝手でいいよと思います。うん、好きな人にも相手のことを考えすぎ、結果自分が聞きたくないからの相手のことを考えてる感じがします。思い出した、はい、お財布。あー、コーチ、コーチ、違う、グッチ、ポーター、ビビアン・ウェストウッド、リラックマの財布だね。あんなにこういう、こういうあのジジってやつ、ジジってやつ。結果丸いやつにプリントすれば何にでもなるってい ていうあんまりブランド、ついこの間まだアナスイの、あー、アナスイっぽいです。はい、なんかあんまりブランドも、アナスイブランド、あ、アナスイ大好きなんですけど、はいはいはい、みでかい。ピッチーは財布何使ってます？よくわかんない。シティシティシ、プーマとかじゃなくて。プーマじゃない。でもさ、ちょっと前までピューマだと思ったんですよね。どうでもいいけど。あの、あ、ミッチーさ、でもあのやっぱちょっと来年はさ、ちょっと強引に行ってみたら、ね、人にもちょっと意見をきちんと言って、うん、なんか合わせなくていいよ。ミッチーはミッチーなんだから、それで嫌われたら嫌われてたし、あの俺なんか大抵嫌われてるしね。僕が僕であるためにですよね、うん、はい、だからいいと思うよ、うん、ミッチーはミッチーで、そうだと思う、必ずそのミッチーを好きになってくれる人がいいと思う。一番大切な人なんだと思うよ、それが、うん、自然の自分をやっぱ出さないと、合わせてもね、そうそう、寄ってくる。だからさ、最近多分君ちょっとなんかはちょっと分かり合えてきたんじゃないの？分かり合えてきた、うん、やっぱりそう出してきたからさ、そう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 、だと思うよ。もうちょっと続かないよね、作ったものって。あのね、俺もね、あのほらずっとキャンドルナイトやってて、こうミュージシャンみんなね、うん、今日いる人たちももう何度も参加してもらってるけど、うん、あの君ちょっとミッチーってもともと仲いいと思ってたの、うん、そしたらさ、年に2回ぐらいしか会いませんって、うん、さ、年に2回ってキャンドルナイトじゃんみたいな感じなのね。そう、それが最近ね、すっごい3人がね、うん、
ここ3人ともそれぞれのブログにそれぞれの名前が出てきてるのを見て、うん、いいよね。なんか俺いつになったら玉太郎さんチョモさんになるのかっていう。だからちゃんと今日そしたら俺がやどうすんだって話。だから俺ものブログに遠藤香織のことしか書かねえよ、申し上げるって話になっちゃうよ。ブログ書いてないじゃない。まあそれ言われてむしろ、むしろね、遠藤香織ネタで。まあ、そう言われて俺にも俺に生活があるからさ俺にも俺のスタイルって僕があるからさでもやっぱブログって難しいんだよね。書き方とか難しいですね。難しいね。そうだね、みちな。うん、あれ酒飲み行こうぜ今度さまあ俺酒飲まねえんだけどさ、うん、そうなんだよ。あの分かり合うためにはきっとその手助けが必要かもね。あのお酒ね、きっとね。なんだ、酒飲まねえって言ってんじゃねえかよ。酒じゃなくてもいいじゃないですか。何を。チョボさん飲まないんですか。これ飲まないよ。飲めない。飲めない。一滴も。一滴も。あ、まあ、バカにしたよね。してないですよ。飲む？みっち。ガンガン？結構。ああ、もう今日結構飲んでます。いい感じですよ。なんでとか言うの？今日は帰んないで泊まりです。あ、また。はい。じゃあ今日またいいカードやるよ。あデリヘル呼んじゃえよ、ここにデリヘル。いやいやデリヘル呼んじゃえね。いや、これ、もう雑、雑、ダマさん。あ、今日カオルちゃんの泊まり？いや、なんなら。まあでももうね、仕事に行く時間までいるような感じだよね、これね。そうなんですか ね。あ、私も本当寝ないで。仕事出した。行かなくてもいい感じなんですけど。明日？でも朝のシフトで困らない？おばちゃんなんかすげえ肉まん一人でさ、あれ肉まん入れる役とさ、こうね、レジ打つ役って大体分かれてるでしょ。大体ピザ、まあ新人は袋詰めなんだよ、ピザマンみたいな。なんであれここにほくろあるのがあんま、いや決まってるでしょ。決まってんのあれ、分かんないからでしょ。なのミスっちゃうからでしょ。ほくろないですよ今。ないの今。ないほくろないの。あ、紙に書いてあるんだ。紙が違うんだっけ。あ、もうあれピザマン黄色になっちゃったから、うん、あーあ、あれはあんまん肉まんと、じゃ あんまんはチワが売ってますもんね。こ昔育ったんだよね。あの反転が違ったね。そうそうそう、あの焼きそばマンと、うん、ね、肉まんとピザマンでね。そうそうそう、あれしょ出勤したらこのあのバーコードピビッつってパソコンに入力するね、うん、あ、俺なんか行こう。何の話してんの、ね、ミッチー、ミッチーゲスト、ミッチー、ミッチーなんか伝えたいこととかないの。なんかもう何してんのミッチー、いつもいつもライブやって、ライブやって。平日では何もし、うちにいるときとか何やテレビ見て。平日は曲を考えて。まっすぐ家に帰ることはないです、ね、何やってんですか、まっすぐ家で。こうくねくね道で帰るってことですか。じゃなくて、とにかくどっか人のいるところ、はい、知ってる人のいるところに行きたくなる。寂しがり屋さんなの？なのかな。なんか今まで割とこうインドア派だったんですよ、うん、だけどなんか外に出ることの楽しさを覚えてしまい、はい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 、それからこうちょっとなんだろう、キラキラしたものが好きなので、あの夜だったら街の街灯だとかネオンだとか見るのがすごい好きだったりして、宇都宮行ったりとか大田原行ったりとかするんですね。なるほど。スワロフスキーとかじゃ好きですか。デコ、デコ携帯って何ですか。なんか本当に雑、ね、そうね、もうそういうのいいよね、なんか雑でね、嫌い。ミッチー、自分の曲で一番好きな曲、え、自分の曲で一番好きな曲あります。はい、なんだろう、今日それ今かけます。じゃあ歌った方がいいよな。あ、いいんですか、いいんですか、わーい、じゃあ歌っちゃおうかな。そうですか。はい、じゃあギターちょっと用意する間に持ってきちゃいます、はい、あのじゃあすいません、ぶっちゃけどうですか。わいわい、ぶっちゃけなんかね、それどういうわけ、ぶっちゃけすぎですよ、それぶっちゃけすぎです。これは何ですか。これはこれはうんうんうんのうんじゃなくて、うーのうーみたいな、スイングしてる感じですか。よくわからない、もう眠いんでしょ。え、何がぶっちゃけなんですか。いや、みち何やる。じゃあ新曲をやりたいと思います、はい、新曲。おー、いいね、はい、お幼稚園、うん、そう、幼稚園。なんで知ってんだ。自分で言ったんじゃん。ああ、覚えてた幼稚園、うん、覚えててくれたんだ、嬉しいね、それだけで。そう何なの、この二人の駆け引きはさ。なんかさ、俺らが遠いよね。そう、なんか、ね、そう、なんか壁を感じる、まだ、うん、なんか香織ちゃんにしても、なんか
ミッチーにしても。そう、こっちなんかね。じゃあ、もっとなんか冷たくした方が燃える感じ。いや、そうじゃない。なんかもっと。俺は優しさに飢えてるっていう。優しさ、じゃあ、抱擁がいいですか。そういうのじゃ、なんだろうな、あの、それは。ミッチーで、イオチェどうぞ。はい、じゃあ、はい、これはですね、前ちょっとラポっていうレストランでライブをやった時に、はい、あの自分のそのパフォーマンスこうやったらっていうのがあって、でそれやったやつを後になってビデオ見せられたんですよ、はい、でそしたらすんごい自分の自信のなさげになんか発達して、その自信のなさげがなんか初恋の5歳の時の初恋にちょっとリンクしたものがあったので、はい、できた曲ですね。はい、じゃあ、はい、どうぞ、ランランという曲をやります。そっと目を閉じると思い出すよ、川のほとりピンク色の空に抱かれ二人手をつないだよね、君が好きだよって照れちゃって言えなかった、隠せない赤ら顔、君はいつも笑ったね、どれだけのことを忘れても君との思い出は宝箱の中、ふわとしてしまうけど、なんとか目を見ながら話することもできる、幼かった恋はそれぞれ別の人へ、だけどいつでも君を守れる僕でいたい、いいで、ラン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 、幼稚園、幼稚園って曲じゃないの？幼稚園時の曲。違う違う、幼稚園っていう曲じゃなかったんですか？ランランっていう曲で、あのエピソードが幼稚園時のその初めて好きになった女の子の。はいはいです。俺。はい、続きましてはこちらのコーナーです。アクション。何かいいんだべ。何言うの俺、何かつったって何つっていいのか分かんねえもん。放送計画、略して放計。はい、来週の放送計画するというこちらのコーナー、略してミッチーは、うん、ホッケーじゃないよね。火星です。あ、すいません、なんかいや、今ふと気づいたって。あの、なんかすごく悲しくなった今。なんで？
わかんない。自信を持っていいよ。なんかさ、はい、なんかそうだったのか、そうなのかなと思ったのが言われちゃったらさ、はい、なんかあ、でも元気になればバリバリですよ。なんかそれも辛い。それも辛い。道頑張れ。はい、はい、来週の放送計画数というこちらのコーナーなんですが、はい、来週は、クリスマスですね。そうですね。うわ、なんかもうさ、うちら引き強いね。毎週25日ですね。25日だもんね。かおりちゃんはちなみに25日は予定はもう来るでしょ。いいですか。じゃあリラックマグッズを用意して。ああ、そうですね。マジですか。じゃあ私長靴持ってこよう。ミッチーには負けねえよ。そうだ よ、 いいよ。本気出してよ。本気、本気出してよ。俺だって本気だよ。なんか嫌だな、そう言われて嫌だな。そうだ、何それ。なんか嫌だな。まあ来週はじゃあプレゼント交換会ということで。じゃあ私もなんか持ってきます。いくらまで、いくらまで、いくらまで。いや、金額決めなくていいですよ。あなたの愛の深さで。600円、600円まで。600円まで。え、イランクマグッズ600円って何やって。長いつも買えねえよ。ゲーセンで取れない話でしょ。あ、あるあるある。で、600円で取れます。でしょ。嬉しくない。え、なんでゲーセンのやつ嬉しくない。iPod でいいんですか。5000、5000、5000でも。なんかちなみに、あの、ぬいぐるみはいらないです。何がいいんですか、リラックマの。目覚まし時計ですか、それこそ。ダーク枕。ああ、抱き枕。あの、あそこに売ってますよね、リラックマ。まあ、ちょうど盗聴器は入ってるけどね、きっと。まあ、間違いなく、まあ、抱き枕に盗聴器入ってますよ。仕込みますよ。いらない。リラックマ型のコンセントとかね。電気は常に供給しますみたいな。永久的に。そう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 。あ、リラックマの、リラックマの鼻の部分にコンセント入れるようになってる、これかわいいなんつったっけ。ジャザッジャザッつってね。お母さんとか聞こえてくるね。ご飯よー、ご飯よー、カオリーご飯よーなんていうのが全部聞こえてくるっていう。で、猫がダダダダ。さあげー、カオリちゃんがね、なんか今日なんかすげー寂しいわみたいな時、急に電話来ますよ。ブルルルって。カオリちゃん何やってるの。あ、タマさんみたいな。そうそうそう、寂しくないなんつって。え、なんでわかったのみたいな。だいたい盗聴器でね、あの十中八個女は落ちます。面白いね。だって寂しい時とかに、ね、ちょっとかかってくんだもん。私はテレビだからさ。私超ヤマトの映画見たいなんつったらね、したら電話来てさ、トゥー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 みたいなさ、着信音まで、着信音まで。カオリちゃんさ、今映画のチケットあんだけどさ、明日行かねえみたいな。そうそうそう。絶対落ちるって。絶対ついていきます。でしょ。もうそんなことされたら絶対落ちない人いないから、マジで。うん。でも人選びますよね。ミッチーだとついていかない。はたくなって、ミッチ。女子をね、そうミッチ、はたくのはダメだよ。うん、女子はね。はたいていいのやってるときだけだから。そう、おけつね、パッチンパッチン。何言ってんだ。ダメなんだって、女に手あげるのはダメなんだって。あ、そう。では、来週ですが、クリスマス。まあクリスマスでいいですか。あ、いいっすよ。カモさんもやります。はい、600円で遠藤香織を誰が一番喜ばせられるかっていう。やりましょう、やりましょう。600円ってその枠が楽しいですね。そうですね。いや、でもいいですよ、それね。600円ですか、結構微妙な線じゃないですか。いや、それだから楽しいんですよ。そうそう。じゃあ600円で。誰の挑戦でも受けますよ。ちょっと待ってください。定価が600円ですか。600円で手に入れられれば何でもいいですか。600円で手に入れられれば何でもいいですか。何でもいいです。あ、わかりました。そういうの燃えます。iPod が欲しいです。でも、もらったものをっていうのはとかなしにしましょう。ああ、そうですね。買ったものっていう、結果自分が、うん、例えば誰かからもらって、これじゃあ0円だからっていうのはなしにしましょう。例えばエコポイント2万3000円もらったから、それで、あ、ね、600円出して、あの iPod を買うっていうのはなしにしましょう。現金600円で手に入れてるもの、まあ店で安売りしてたりするのはありです、はいね、っていう。ミッチ頼むよ。で、順位つけてください。必ず1位から順位つけてください。はい、で、あ、誰が持ってきたものか分からなく並べます。そうですね、ここにしたら、はい、これが1番、2番、3番って。そうですね、うん、まあインラインスケートのローラーが入ってたらカモさんだと思ってください。でもカモさん自分のは光るけど僕らのは光らない。で、カオリちゃんのは結果光るっていうね。そう、カオリちゃんのは光るっていう、その差がね、もう悩ましいっていうね。600円昔ですね。600円ぐらいがいいですよ。でも、でも、うん、カオリちゃんもほらもらっても、うん、悪くも思わないし、絶対多分ね、
リラックマグッズですよ。今日多分リラックマグッズ。1位はリラックマだと思うよ。もう素直だから、それだけ。素直だから、そのぐらい素直だっていう。さあ、どうでしょう。私、リラックマの他にもう一個だけ好きなキャラがあって、あえて言わないです。それは言わないです。多分キャラクターものは来ないです、僕たちは。うん、ないです。あの、コンドームとか行きますよ。そう言っちゃね。そう言っちゃう、そう言っちゃう。なんかね。なんかあんまり、いや大丈夫ですよ、ここでこう言ってるけど、うん、1週間あれば大人なんで、うちらも、うん、大丈夫です。いや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 、そこはじゃあ1位の人になんか得点くださいよ。じゃあこれじゃ得点、うん、なんか携帯番号とか教えておかないとかないいいですよね。メールアドレスをゲットできるっていう件、どうですか。なんでもそれは今すぐでも教えますっていう感じなんで。じゃあ一緒にガストで目玉焼きハンバーグを食べるけ。あ、いいそれだってさ、同じ山盛りポストのこうケチャップつけられるけ。2人でガスト行けるチャンスがあれば、なんかなんとかなんか頑張れる俺。本当ですか。それは2人でですよ。なんかすごいもうさ、もうミッチーが真面目で見るよ。そうなんだ。お前ら何言ってんのみたいな。恐れ多いよみたいな目で見るからさ。俺真剣に話聞いてるんで。痛いっていう。その真剣に聞くんじゃねえよ。嘘ばっか言ってんだから、うちら。でもいや、ハンバーグを2人で食べれる権利ないです。なんかね、4時間5時間あったら、なんか、かおりちゃん頑張るよ、俺。そう、今いいこと言ってくれました。はい、何ですか。なんでガストなんだろうと思ってて。安いから。安い。あ、おごりも入るんですね、それね。おごりだよ、当然おごりだよ。だってすげえ高いステーキとかおごられたらちょっと嫌でしょ。帰り抱かれんのかなって思うでしょ、だって。もう絶対もう対価を払わなきゃっていう。舐めさせなきゃみたいなね。でも雑だよね。雑だ。おめえ。ほんまやっぱ。え、何ですか、ごめんなさい、話の。だったらココスがいいな。高いよ。ココスね、1000円を超える結構メニューが、そうそうそう。こうさらっとあるっていう。なんかやだな、貧乏で。そこはさ。まあ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 。じゃあガストでいいです。はい、ねガストで。野菜ジュースだ。え、じゃそれが権利なんですか。じゃあそれ。一緒に食事できる権利じゃん。あ、でもおごりですよねこっちは。おごりです。はい。だから店はこっちが。香里ちゃんと2人で番組できる権っていうのが。いいかも。二人だけでね。だからこの番組やったら、俺が当たった時はどっちかはもうずっと黙って。俺それはやだ。それはやだって言うね。それはやだ。なんかすごいこう緊張して喋れなそう。さあ、じゃあもうね。俺見てるだけでなんかもう。じゃああのさ、お腹いっぱい。カモさんにポストカード作ってもらおう。何の？あの二人の写真をその。買った人透明写真で手つないでる写真、あれしてもらおう。あの絆の写真みたいなのを透明写真で1枚撮ってもらいましょう、カモンさんに。いいじゃん、いいじゃん。それが1位の権利、それにしましょうね。そしたらあのプレゼントもできるし、他の人にもね。手つなぐまで撮ったら大丈夫。手に名前が書いてある状態でね。はい。何気合いてる。アロエねえから、アロエベロベロ。ガサガサですけどね。いいよ、1位になっちゃうからね。あの噛み合わせかかったみたいになりますよ。じゃあ来週のメールテーマ一応プレゼントということで。そうですね、はい、いいですね。はい、ミチも来る。何日でしたっけ。25。いや、そのなんかちょっと気になってる人をデートに誘うんだったら、プレゼントだけカモンさんには渡してもらえば。時間にもよるか、何時からでしたっけ。いつも通り23時。あ、だったら行きます。あの、その子を誘ったりしないですか。え、クリスマスに。クリスマスなのに誰を誘ったり。その好きな子。でもチャンスですよ、俺ね。千載一遇のチャンスだと思うんです、クリスマスとかって。だって誘う口実があるんですもん、クリスマスっていう。他のこと考えなくていいんですよ。だって女の子も欲してるはずでしょ。そうだと思いますよ。で、あの余計なこと言わなくて、クリスマスに誘われるってことはっていうことまで含めて、相手に誘うっていう行為だけでそこまで伝えられることって、クリスマスか誕生日ぐらいしかないと思いますよね。ないですね、実際。ただもう2人で飯食い行こうぜみたいな。そうそう、言ったって別に好きかどうか分かんないって感じでしょ。でもその時ジャージ履いてきた女はダメですよ。なんかダメだなっていうね。まあまあ、ないですか。いや、ないけどね。まあでもそうですよね、いいチャンスだと思います。頑張ります。で、今度かおりちゃんが飯食いった時にジャージ入ってきたら、そういうメッセージだと思ってくださいっていう前振りですから、今これ、ジャージ、じゃあ、なんだよそれ。はい、
でえな。ちょっとでもちょっとマジでいいと思ってます。まあ好きですね。いや、その好きはどういう好きですかっていう。ラブ、ライク、ラブ、ライク、ベター、ラブ、ベスト、ザン、ザン、うん、お、モスト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 、ヒュージ、ウィッシュ、ヒュージ、そう、ウィッシュ、ウィッシュ、微妙なところ、ウィッシュとか、願い、そうそう、そういう願い、願い、ホープ、ウィッシュ、願望的な、モストですね、モスト、モスト系、最上級、ザモスト、ザモスト、ザモスト、なんか映画っぽいね、モア、モア、モアザン、モアザン、モスト。じゃあ負けねえ。最上級ってモストだっけ。絶対負けねえ。俺絶対1位になってやる。あれ絡まってるこれ。いやいいっすよ。いや俺もやりますよ。じゃあなんなら本気で。俺は今日俺もすげえ俺なんなら今日からアクセスヤフオク見てみたい。1週間あれやなんか600円でものすげえの手に入れられるっていうね。結果っていう自分で俺なんか600円でさダイヤの指輪とか iPod とかさ出品して自分で落としちゃえば600円でしょ。はい、長々お送りしてきましたが、はい、結果2時間40分という。そうですね。カオリちゃんもね、明日早いのにね、すみませんでしたね。ナスウェブ関係者並びに、ミュージシャンの方々、本当に今日は、はい、もう昨日ですけどね、はい、ありがとうございました。また6月ですかね、はい、キャンドルナイトが開催しますので、はい、またぜひぜひ参加していただいて、今年あの冬よりやっぱり夏の方がね盛り上がるんで、うん、もっとバンバン盛り上がって、いい音楽もできるんじゃないかと思います、ね、うん、はい、なんでうまく締めてんの。いやでもね、はい、いつもながら最後はですね、かおりちゃんに締めてもらおうと思うんですが、最後の曲なんですが、はい、二郎さんの曲が復活しましたので今日あのライブでできなかった渋滞という曲なんですが、はい、そちらを聴いて、はい、そうですね、4週に続きましてかおりちゃんにも、ゆうちゃんにもかおりちゃん、最後の言葉、最後ですね、じゃあ奇跡の歌声で、歌声、はい、美声でかおりちゃんの、それでは皆様、来週はクリスマス、イブが終わっちゃいますけど、いいクリスマスにしましょう。それでは皆様、聞いてくれるかな、いいと思う、では終わらないっていう、ね、オチで、じゃあそれではごめんで来週も聞いてください、はい、バイバイ、マグナム。君の好きな曲がほら
ラジオから明日の仕事の心配なんて帰ってからすればいいじゃない。困るふりして実は俺、君といられることが嬉しいと思ってる。緩めたブレーキで動き出す前に、このまま時間を止まってしまえ。デートの終わりが近づいてくる。